伝説に語られし広大なる地下世界、そこには無数の宝が眠り、数えきれぬ冒険が待っているという。皆様こんばんは。第33回ハースストーンワールドのお時間がやってまいりました。この番組はブリザードエンターテインメント公認のハースストーンの情報番組、毎週金曜日20時から22時までお送りしております。私、セントスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして本日のゲスト2回目の登場となっております、はるかさんです。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、そしてその隣には、はい。我々がハーストアイドルの、はい。まあ、ゆっこさんです。はい、エンジョイゆっこです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。さっき、はい。帽子をちょっと微調整してもらったんですけど、はい。ちょっとおかしくないですか？え、バッチリです。あ、バッチリ。私、帽子よりも、服がはだけてるのがちょっと気になっちゃった。ちょっとごめんなさい。ね、話しながら直していきます。あ、わかりました。ちょっとね、ローブ慣れてないんですよね。慣れてないということですね。そうです。これも一応コスプレになってるんですけども、ゆっこさんが作ってくださった衣装で、ゆっこさんもそうだし、自分もそうで、ちょっとその間に挟まれるはるかさんはね。そうですね。今日何も着てないんですよ。ちょっとなんか浮かれてる二人に対して、しっかり社会人って感じがして、ちょっと羨ましいです。でも一瞬スタジオ見た時に、今日着せられたらどうしよう。そうですね。大丈夫です。帽子作ってきたらかぶってくる。ああ、かぶってくれますかって言う前に断る。そうですね。食い気味に断ってますね。ハミルトンさんかぶってくれましたよ。そうです。ハミルトンさんかぶってたんですよ。すごいですよね。結構恐ろしいことね。そうそうそう、やってましたね。はい。という感じでですね、楽しくやらせていただきたいなというふうに思うんですけども、改めてそのゆっこさん、エンジョイゆっこっていうのは最近どういった心境なんですか？いや、なんか全環境、ズーって言ってもミッドレンジズーだとか、ちょっと重めのズーだったんで、すっごい難しかったんですよ。で、私、ああ、使えないな、難しいなって思ってたんですけど、今環境のズーは、なんかまたディスカードズーとは違って、なんかちょっと軽い感じで、なんかちょっと回しやすいんで、かなりエンジョイしてます。確かにアグロっぽいズーに、ちょっと戻ってきましたよね。そんな感じだったんで、なんかちょっとプレイしやすくすっごい楽しいです。確かになんかここ最近のズーはズーって名前ついてるけどズーじゃないですもんね。そうそう、本当にミッドレンジデッキだったんで、本当に使い勝手が難しいなって思いながら悩んでたんですけど、今回はエンジョイしてます。エンジョイしてやってるということなんですね。まあ改めてね、新環境についても後でお話を伺いたいなというふうに思うんで、その時またよろしくお願いいたします。さあこの番組なんかちょっと元に戻っちゃいましたね。そして前回ねリニューアルが行われましたウエストコボルトさんもいらっしゃいます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。またまたさらにリニューアルしてますね。ちょっとしてますね。前回も同じようなカードだったんですけども、ちょっとこう自分との色の被りを懸念して少しですね変えてきたということになっております。いや自分もちょっと。ヒゲあるのにまたさらにヒゲつけてる。確かに。いや、自前のヒゲでいいんじゃないかなと思うんですけど。色が違うヒゲになってますけど。まあスタッツも高いままで今日も行きたいと思います。そうですよね。これはリリース日を表してるんです。このスタッツ。そうなんですよ。ゼロはなんかせめてもう少しなんかないんですか？そうですね。これまでが7コス 1,2 でちょっと弱かったので、ちょっとパワーアップ。ただしそのままだと攻撃できないので、ちょっとまあそこはなんとかねっていうところなんですけども、英語はすごくうまいので。ああ、これ多分、沈黙プリースで沈黙させたらめちゃくちゃ強いですよね。めちゃくちゃ強いんですけど、バイリンガル効果がなくなっちゃうんです。あ、そうそう。バイリンガルなくなるのは、もうちょっと意味がないんですよ。通訳として入ってくださってる部分もあります。喋らせない方が強いっていう。そうそうそう。そうなんですよ。なんか、ちょっと意味深いのかなと思ったんですよね。確かになんかこう、遊びで作ってるんでしょうけども、なんか本当に、いろんな深い意味がちょっとあるみたいな。深い意味がありそうですよね。遊びで作ってないですから。そうですよ。いや、そうなんですけどね。でもこれガチだとウエスさんは喋るとダメみたいな、そんなことにもなっちゃうんで。はい。そうですね。はい。というところでですね、この番組はハーストーンプレイヤーの皆様と共に、一緒に作り上げていく番組となっております。今日もですね、新環境、かなりいろんなデッキ紹介をさせていただくんですけども、そのデッキ紹介に使うのは、デッキ .com というサイトになります。このデッキ .com、本日初めて見たよという方、ぜひご登録のほどお願いいたします。お願いします。はい。では改めてゆっこさん、はい、最近どうですか、ラダー回したりとか。いやもう一生懸命図回して、はい、でまあ2日前ぐらいからちょっとまあ図が勝てなくなったのでちょっとランク10落ち着いていったので、はい、ちょっとなんかいろいろねアグロデッキをちょいちょい使って、ね、今満喫してます。はい、まあゆっこさんというのは、はい、ティア1デッキしか興味ないんですよ。そんなことないですよ。嘘つけ。絶対嘘じゃないですか。自分で言ってるじゃないですか。あ、そうですね。アグロデッキって言ってましたけど、アグロデッキではなくティア1。ティア1です。そうです。だから水ドルイドとかも平気でずんずん回したりしますからね。はい。それは理解します。そうです。だからはるかさんがやっぱりデッキお詳しいので、またいろんな情報を仕入れていただいて、もう今日紹介するデッキとか見ていただいて、チェケラッとしてもらう。よくさんいやね、これでやっぱ10代を名乗ってるんで、そこはちょっとやっぱり不安になりますよね。14歳のコボルトなんでね。そうですね。あそこ言及していくんですね。自分でも追い詰めていっちゃったんですけどもね。はい。まあゆっこさんもそんな感じでやってるということなんですけど、まあ自分もですね、ちょっと今回結構いろいろラダーやらせていただいてるんですけども、まあどうもですね、まだこう自分に合ったしっくりくるデッキに出会えてないので、プリースト強いじゃないですか。ちょっとやっぱり前も言ったんですけど、ちょっとこう。なんでしょうね、売れないインディーバンドを応援している人の感覚だったので、今もうメジャーデビューしちゃったんですよ。そうですね、メジャーデビュー。遠く行っちゃった、遠く行っちゃった。昔握手してくれたプリストはもういないみたいになっちゃってるんで、ちょっと今模索してますね。はい。だから今日はるかさんのですね、デッキ紹介なんかすごく興味ありますんで、ぜひ確認してください。あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。さあじゃあはるかさんにもですね少しこの環境についてお話を伺いたいなというふうに思うんですけども、はい、今このカードが強いとかこのヒーローが強い、このデッキが強いっていうのはどんな状況なんでしょうか。そうですね、まあ、強いヒーローっていうのはそもそも、まあ、今環境、まあ、まだ序盤なんで、はい、多分これからいろいろ動くと思うんですね、はい、なんで、まあ、今はこれですっていうんだったら例えばパラディンは強いですよね、はい、パラディン強い、はい、でそれ以外だと、まあ、例えばプリストは引き続き、まあ、強い、そうですよね、弱くなった要素ないですもんね。そうですね、なんで、まあ、この2ヒーローに関しては、はい、まあ今後も多分勢力を拡大し続けるかなと。で強いカードですね、はい、でカードの方はこの後デッキでも紹介しますけど、はい、カイロアサリムシっていうカードが、はい、このカードを説明せずしてコボルトを語れずみたいな。ってぐらい採用されてるんですよ。はるかさんはあのカードがリリース前強いと感じてました。僕ね、ちゃんとスクリーンショットを撮ってあるんですけど、低評価だったんですよね、最初。まあ正確にはちょっとエピソードがあって、その Facebook で最後公開されたカードなんですね。なんでまあ評価する時間がちょっとなかった時に、ざっと見たら完全に僕見た目の判断しました。いわゆる多分これコモンの。いわゆるその D 評価群のカードかなみたいなぐらいで、まあ絵的にはそうですよね。で効果もなるほどなるほど、まあ D かなみたいなぐらいで、まあ今的55じゃねみたいな。そうなんですよ。もちろん今現時点ではハースゲーマーズの評価では S になります。あ、そうですよね。ちなみにあれなんですよ、前回その新パックムキムキ大会をしたんですね。で自分とゆっこさんで50パックずつ抜いて、2人ともあの虫なんなら3枚出ましたよね。あ、3枚、ゴールでも出ました。そうですよね。で自分も2枚出て、また虫だよみたいなこと言ってたんですけど、いざラダーに行くと、あれ虫だらけみたいな。で私も少々みたいな。めちゃくちゃ強いですよね。そうですね。今9クラスありますけど、その9クラスで使われてないデッキが多分ないんですよね。それぐらいなんですね。そうなんですよ。昔でいうところのドクターブームとか、あれぐらい多分今使われてる。一応なんか統計的には一番使われてるみたいななってるんですね。なってるらしいですね。まあ今ヒーローの話ありましたけども、まあそんな感じでこの虫を使っている旧ヒーロー、今どこが強いとかどこが弱いじゃなく、なんかこう使われてないデッキとかっていうのがあんまりない。虫が使われていないデッキです。あ、まあヒーローとしてこのヒーローはちょっと今きついっていうのがあんまりなさそうだなっていう、バランスが割れていいのかなっていう印象がちょっとあるんですよね。そうですね。まあ多分出てくるのはこれからかなっていうのなんですけど、まあ正直一歩出遅れてるなって感じてるのは今はシャーマン。シャーマンですよね。ちょっと遅れてますね。その前環境と比べて。すごく強くなったって部分が他のヒーローに比べると薄いかなっていう。そうですね。まあなのでちょっと様子見しなきゃいけないんですけど、今のところちょっと1個っていうのがあるので、まあ今後のシャーマンに期待ですね。なるほど。で逆にハンターなんかはかなり評価を上げたのかなっていう。まあハンターはリリース当初その呪文ハンターが出ますみたいな感じだったじゃないですか。はい。それこそレジェンドカードもそうだし、その他にカードもデッキにミニオンがいなかったみたいなっていうカードがあったんで。はい。一人で狩るデッキですよね。そうなんですよ。はい、で、それでもうハンター、まあ変な話、ちょっとこれやばいんじゃないか。これは弱いんじゃないかって言われたんですけど、蓋開けてみたら、もう初日一番最初にレジェンドの上位とお立ちしたのはハンターだったんですよね。その呪文ハンターがすごい、面白いし、はい、強いデッキだったんですよね。で、それ以外にも、例えば今、秘策ハンターとか、でそれ以外にもフェイスハンターっていって、はい、もう本当に逆にミニオンをいっぱい採用して、アグロ型ですよね。昔のフェイスハンターとか今戻ってきてるんで、っていうのがあるんで、もうそういう意味では何でもいますね。そのハンターと対戦してすごく思ったのが、はい、普通に考えるとやっぱりフェイスのイメージが強かったので、はい、そういったマリガンになるじゃないですか。でもハンターに相手にこうマリガンで悩ませるっていうことができる初めての環境じゃないかなってちょっと思ってまして、確かにそうですね。ずっとこうアグロからミッドレンジっていうのがハンターの立ち位置だったイメージなので、まあその重いカードも入ってる時期もありましたけども、まあ、それでもやっぱり1ターン目からミニを展開してくるってイメージがあったんですけど、今あんまりそういうのにこだわってないハンターもいますからね。まあそうですね。だってデッキの中の最大でも4マナとかで3マナ以下なんか何も入ってないみたいな、そうですね。だし、まあ、言うなればミニオンがいないハンターもありますから、そういう意味では今ハンターが一番変化をしたヒーローです。そうですね。なんか結構ホーリーノバとかはあんまり使い道がなかったりとか、プリストもしてないです。そうなんです。そうですよね。まずはちょっとプリストやったんですけども、っていう感じだったりしましたから結構面白いなっていうふうに思います。そうですね。たった一段出ただけなんですけどね、拡張が1個追加されただけでここまで新しいデッキがいろいろできるっていうのはなんか。なかなかブリザードもすごい仕掛けてくる。すごいですよ。なんか今どのヒーローももしかしたらこうデッキバリエーションがあって、このヒーローはこのマリガンっていうことに今もうなってないんじゃないかなっていう。ならないですね。またどっちの場合でも一応アグロ読みでマリガンしといた方がいいです。基本的にはそうですよね。基本的にはそうですよね。ただまあ明らかにもうプリストだったらまあアグロしかいないよね。アグロじゃない。そのコントロールしかいないよねみたいなのがありますけど、まあなんで一応マリガンはアグロ寄りだけど。まあ基本選べる可能性が大きい。まあそうですよね。その火山ポーションとか本当難しい立ち位置ですよね。まああんまり今入んないのかもしれないんですけども、例えばでまあそういったマリガンになってくるのかなっていう感じで、でも本当に今の環境はかなりまあ最初だからなんですけど混沌としてますよね。はい。それが面白いです。はい。その中で頭一つ出てるっていうのがこの後紹介するデッキというふうになっておりますんでね。じゃあ今日のトピックス見ていきたいと思います。はい。どうですかこれ？ゴールドに。すごい包まれてますよ。これ僕のものになるんだ。ならないですね。ならないですね。これならないです。ありません。なんならね、雪崩が起きてきて我々絶命する可能性もあるぐらい。あの宝石だけでもいいんですけど。確かに。一つだけでも欲しいです。いやあれ顔ぐらいでかいですからね。そうですよね。大きいですよね。さあじゃあちょっとトピック見ていきましょう。まずはですね、はるかさんの注目のデッキ紹介をしていただきます。続きましてそのはるかさんと我々が対戦をいたします。その後でタイムアタックビルドバトル。で、コミュニティニュースを挟んで、最後に視聴者バトルを行っていきます。こちらも、はるかさんや、もし時間があれば我々とも対戦するかもしれませんので、ぜひ最後まで皆様ご視聴お願いいたします。お願いします。はい。では早速、一つ目のデッキ紹介です。お願いいたします。はい。このようになっております。これは名付けるならば、もう見ての通り。マーロックパラディン。マーロックパラディン。出た、マーロックパラディン。私も今朝使いました。あ、今朝使いましたか。まあ、ハードゲームはすぐにチェックしてますんでね。かなりこれは、前からでもですね、非常に強いデッキタイプだったと思うんですけども、まあ、全環境は、ちょっと途中でカードの調整がありましてですね、戦隊長なんかが、ちょっとこう、厳しくなっていたりとかっていう部分もありましたから、そういう部分でですね、ちょっとどうなのかなっていうところもあるんですけども、まあ、これ強いんですね。これは今、もう本当に最も強いデッキと言われる一つでもありますね。はい、でその、まあ、理由っていうのが、はい、前回以上に強くなったポイントですね。はい、っていうのが、まず真っ先に動員っていうカードが挙げられます。そうですね、動員。これはやばいですね。本当に強い。これで2マナが3体とか来たら、ね。ゲームもうそうですよね。でこれで4マナで、まあ、3体も召喚できるんですね。マールクってそもそも全体を広げた後に強化するみたいなコンセプトじゃないですか。はい。なんで、相性抜群なんですよ。抜群。こういうのですよね。そうです。メガサウルスだとか、まあ、戦隊長だったりですよね。っていうのがあるので、まあ、こんだけ相性がいいカードが追加されて弱くなるわけがないんですよね。なので、まあ、そのまま強くなりましょう。でさらに、まあ先ほど僕が紹介したカイロアサリのこれ入ってますね。いますね。マールクでもないのに。これは恐ろしく強いですよ、やっぱり。その動員でミニオンが横に出る。で、さらにはそもそもアグロデッキなんで、ミニオンが序盤に並びやすいんですね。なんですけど、これを、まあ、例えばトレードしたりとかで、相手のミニオンを破壊しますとかで、そうするとミニオンが減るはずなのに、その減る行為がむしろ強くなるんですよ。なんで、ちょっと可逆性というか、すごい強い能力ですよね。最初は弱いと思ってました。そうですよね。今となったらごめんなさいっていう感じなんですけど、僕もこれ使わせてもらってまして、すごいいいカードです。先ほど戦隊長がちょっとナーフされたみたいになりましたけど、ナーフされた内容が、これ今攻撃力プラス2だけなんですけど、体力プラス1もついてたんですね。でそうすると体力プラス1がなくなったんで、うん、全体状況に今弱いんですよ。まあそうですよね。弱くなったので、はい、代わりに入ったカードっていうのが、はい、この上のコールドライトの予言者っていうのがあって、でこれはその今までは入ったり入ってなかったりしてたんですけど、はい、今はもうほぼほぼ採用されてます。なるほど。なので体力をプラスにして、その全体状況に対してちゃんと強くして、うん、なんでちゃんと前の環境でできなかったことをここできちんと克服してくると。はい。いうことで、もうより強くなったデッキです。なるほどね。一つ質問なんですけど、60が入ってないじゃないですか。はい。その理由は何ですか？まあ60っていうのは、例えば5マナで、次のターンにマーロックを2体召喚するじゃないですか。はい。効果ですよね。はい。動員の効果わかりますか？4マナでそのターン中にマーロックを3体召喚するんですよ。ああ、もう60の代わりのカードが入っちゃったからもう必要ないよっていうことなんですか？そうですね。まあマーロックの戦隊長が毎回出るんだったらもちろん強いんですけど、この動員ってそれこそ、その、幽徳の守護者っていう、その、1マナ11の挑発、セレの盾持ってますもんね。とかも出たりしますし、はい、もう基本的には、もうこのカードの方がいいんですよね。なんで、60は、ちょっと遅いんですよね、そういう時に。どうしても一歩遅いんですよ。なので、まあ、アグロとか、今環境序盤だとどうしてもアグロが多くなりやすい、今の環境では、遅いカードいらないと。いうよりは展開の方がいいですね。進化してますね。進化してます。すごい。これも新しいカードではあります。はい。これ、生徒さんと私が当たったカード。そうなんですよ。そうなんですね。はい。まあ、これは必須ではないです。これは自由枠だと思いますね。例えば、このカードっていうのは、ずっとこの4-2の剣が、まあ4-2の強化したミニオンが生き残り続けるっていう効果なんで、すごい強いんですけど、まあなので、まあゲーム遅くなりやすい対コントロール戦とかに対しての詰めで強いですね。なるほど、なるほど。例えば、これが、そうですね、スペルブレーカーとか、今であれば。とかで、その、沈黙をかける、4043のミニオンですね。はい。に変わっていたりするレシピも、まあ、ちらほらと出てますね。で、それはこの後紹介するデッキのせいなんですけど。ああ、そうなんですね。わかりました。で、パラディンは、今これマーロックが強いと言われているんですけども、ハンドバフとか、なんならアグロとかっていう方もですね、あったりもするんですが、その中でも、今はパラディンかなっていう感じなんでしょうか。あ、失礼しました。マーロックですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、では、まず対戦からいきましょうか。はい。はい。じゃあ、対戦を、行わせていただきます。じゃあ、まず自分のデッキと対戦を。よろしくお願いします。生徒さん、何のデッキ持ってきたんですか？いや、自分はですね、やっぱりその今、プリストと、ちょっと、あれなんですよ。ソウスワイじゃないので、ローグをですね、使わせていただいております。ローグもローグでいろんな方ありますよね。ありますね。まあでも、テンポローグですね。はい。で、テンポローグは、その全環境で、最強デッキの一角ではあったと思うんですけども、はい、ちょっとこうやってる感じですね。この環境。はい、なんかこう、アグロに対しては、テンポを取り切れず、はい、コントロールに対しては、そこまでいっちゃうと負けてしまうってことが多くて、勝率は決して悪くはないんですが、はい、なんかこう、昔ほどパワーはちょっと感じてはいないんですけども、でも今回強い部分もあるので、ちょっとこの対戦のお見せできたらなと。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、お誘いします。何番でした？2番。あ、そうですね。はい。お願いします。あたりですかね。はい。忘れもしない。前回ボコボコにされましたからね。そうでしたっけ？そうなんですよ。あら。僕ね、負けた試合結構覚えてる。あ、でもなんか、その、ランプドロイドみたいなの持ってきていただいた。そうです。ビッグドロイド。ビッグドロイドか。そうですよね。はい。まあ、してやられましたね。いろいろあります、人生。はい。なので、今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、特にですね、その自分がやっぱり悩みであります、今の環境のアグロは展開力もあるし、ちょっとこう、タフネスが比較的高いし、なんかちょっとこう、例えば、あれじゃないですか、テンポローグで言いますと、背後からの、人差しみたいのとかでちょっとうまくやっていきたいんですけど、取りきれないんですよね。残るんですよ。でだんだんと苦しくなってきちゃうんですよね。でこっち手札はいっぱいあるんだけども最終的に押し切られちゃうっていう回復は入ってませんからね。確かに相当展開強いですからね。そうなんです。マリガンちょっと待ってくださいね。時間いっぱいまで待っていただいて画面が出次第マリガンをしていただくというお願いします。少々お待ちください。ちょっとちらーっと見えちゃってるんですけども。あ、そうなんですね。生徒さん、初手どうですか？初手どうですか、生徒さん。そもそも、高校がいいなって。そうなんですよ。そうですね。まあ、なんていうかこう、結局、ローグって、コンボがすごく大事じゃないですか。はい、で、その今後ができるかどうかって今後の引き次第っていうところありますんで、うんはい、コインがないだけでちょっと苦しくはありますね。うんはい、じゃあちょっとタイムリミット来ちゃってるんで、割り勘しちゃいましょうか。はい。大丈夫かな？入れそうなんで。あ、大丈夫そうですか？はい、大丈夫。はい。はい。大丈夫かな？はい。はい。こんな感じですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。そういう感じになってますか。はい、マーロックパラディはあれですね。マリガは、比較的簡単そうなイメージがあるんですよ。そうですね。そもそも勝利プランがミニオンを並べて殴るっていう、すごいシンプルなデッキなんですよね。はい。なので、マリガン及びそのデッキの勝利プランってやつですかね。はいはいはい。っていうのは、まあ割と一本化しやすくて簡単かなと思います。はい、来ましたー。早いですね。あ、これ。え？はい、あ、なるほど。いやいやいや。なるほど、なるほど。あ、おー、そういった感じで行かれるんですね。そうですよ。これは、回ってますね。すごいですね。はい。いや、そんなことないですよ。さあ、どうしようかな。これいきなりやってますね。いきなりやられてしまったやつですね。はるかさんもこの2ターン目、難しそうですね。あ、そういくんだ。そういくんだちょっと待って。え？あ、そういうことか。あ、私ちょっと違うこと考えてたんだなと思いましたね。そうですの？いや、どうしようかな。ちょっと待ってください。あれ、NC の方って結構喋った。あ、そうですよね。いや、思ったことをね、時間かかりそうです。いやいや、とんでもない。そんなことない、いいですかね。いや、でもね、綺麗ですね。もう、また出てくるのか、まだ取っておくのか、わからないですが。出すしかないですね。でもこの手札なら何でもできそうですね。まあそうですね。今強くはあるんですけども、なんかちょっと俺の考えてたプレイの仕方とちょっと変わっちゃいましたね。はい。あ、いいですね。綺麗に全部除去しました。いや、でもこの後どうしようかな。できました。ここで専門学者から取るカードはなんだ。どうしよう。いや、なかなか面白い戦いになりそうですね、これ。いやー、まさかケレセスステップが初手に飛んでくるとはちょっと思ってなかったですけど。まあ、そうですね。仙道さん、最近回ってますね。ありがとうございます。なんすか、どこから目線？最近なかなか回ってて調子が良さそうですね。いや、でもね、はい、やっぱり先行の難しさですよね。コンボがね、しにくいですよね。そうなんです。なるほど。まあ今テンポは取れてるんですが、はい、ちょっとこう後に続いてくれるかどうかは悩みどころですね。今ケレセスいっぱいしてるから、はい、そのコンボミニオンをただのそのバニラとして出しちゃうのを今考えてますね。はい、まあ本来はさっき言った動員とかがここで打てると。ああ、そうですね。そうです。返しとして。はい。それも出したという方は動員がいないということなので。まあ持ってるかもしれないですよね。持ってるかもしれない。そうですよね。そうですよね。持ってるかもしれない。持ってるかもしれないけど、今はちょっと出さないとこうという判断みたいなんですけど。なかなか難しいところですね。いや、でもね、実際これは嫌な選択肢かもしれないですけど、返せないっぽいんだよな。なるほど。はい。これは。そうですね、ここで、ちょっとマーロック残すのは辛そう。でっかいの出てきましたね。すごいの来ましたね。すごいの出てきましたね。レシピを見てるからなんですけども、こういうのをちょっと抑止するための、カードとかっていうのはあんまりなさそう。あくまでミニを並べて殴るっていうデッキだから、この77を崩すのはちょっと武器とかがなければ厳しいのかなって。で、武器を使ってくれるならこのターンは、あんまり大きな動きないので、割と、しかもこれが55ならともかく77なのは結構いいかなっていうふうに思いますね。そうですね、77。俺はできればコンボ要員早く手に入れたい。でかいですよ。これ、あ、でもこれで猛毒が猛毒引きたいが、猛毒か、これは何が正解なんですかね、捨てるとしたら。まあ、手札によるんで、はい、これとこれが欲しいみたいなのがあったんですけど、例えば今だったら聖なる盾欲しいなとか、聖なる盾は強いですね。まあ、あとはその断末までプラス、11が2体出るやつとかですね。はいはいはい。とかはちょっと今欲しいなと思ったんですけど。あまり当たりがなかったんですね。あ、まあ、わかんないですよ。ああ、痛い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 。これは痛いです。これは痛いですね。これもなかなか痛いです。いや、痛いです、痛いです。痛い、痛すぎる。どうしよう。12。ここの判断はかなり難しそうですね。そうですね。どうしよう。ちょっと、どうしようかな、これ。瀬戸さんは、これは。盤面のミニオンを除去しなければならない状況になってしまいましたね。はい。そして全てを除去する方法が今の反応ないので、はい。いや苦しいですね。まあここは確定かな。はい。でこれどう出すのが正解なんだろう。なるほど。なるほど。やめてください。なるほどやめてください。なるほど。なるほど。なるほど、でかいですね。いや、あんまでかくないんですよ。なんかステータスすごくないですか？いやでもね、これはね、ほぼマニラで出さなくちゃいけない、こっちの苦しみもちょっとありますよね。なるほど。はい。ただもうこの5点は確定で食らっちゃう状況にはなってるんで、うんはい、その後例えばじゃあ武器で2回殴るとかでもリーサルで、こっちは挑発とかがボーンメアとかでしかつけることができないので、3マナで55が出てくるのもなかなかすごいですね。でもほらアサリムシいますから。なるほどなるほど。はい、これ2人で一旦はは。さあ、なるほど。なんか面白いカード。面白いですね。そうですね。なんか手札に気になること言うのやめてください。面白そうなちょっと見てみたいなというカードあるんで、お披露目していただいても大丈夫です。とりあえずこれはまず出しますね。そうですよね。はい。なるほど。みんななるほどしか言わなくなっちゃった。なるほど。いやこれ結構プレイング出る箇所なんで。いやそうですね。やめてください。戻すの。こうされたらやだなみたいな。はいはいはい。いやありますよね。ありますよ。どうしよう。この手ならもう顔食らえないですからね。こうですね。はい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 。強いな。よし。このカードはですね、そうですね、このソニアが今の、はい、多分テンポローグの本当に強い要素ですね。はいはいはい。ああ。でも多分ここから先はミニオンはいくら出てきても除去はできますので。はい。あとはもう武器で買わなくなることだけが本当に心配というか苦しいところですね。ソニアがいると、例えばその突撃持ちの海賊とかが、はい、そのパッチーズとかが、手札に帰って殴って手札に帰って殴ってっていう、その学ぶ攻撃できるんですよね。はい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 。なんか盤面を本当取ってくれますね。いやー難しいですね。ちょっと待ってくださいね。せずに終了ですね。結構難しいですね。なかなか熱い戦いになってきましたよ。セントさんのヒルさん残り7点、回復はほとんどもう入ってないですよね。ないです。ここはこうして。難しい。ちょっと。ミニオンをあえて破壊していくのもありだけど、まあでもそうね、ここまでしなくてもいいかな。ちょっとここは丁寧めに。はい。丁寧に。全部スから来た男が言った。いつもラブレですね。これはきついですね。出せるのか、はい、これだと多分次のターンなんなら勝負つけちゃうこともできそうなので、はい、そうすると多分7点を一気に出す方法があまりなさそうですから、うん、まあテンポローグがすごく回ってくれた例だと思いますね。ここで選択するのが、うん、秘策をつけて。そうでしたね、これは。秘策はその、この状況だとおそらく、はい、顔に跳ね返すやつが一番可能性としては高いと思うので、はい、次のターンは、まずは武器で顔を殴ってみますね。はい。挑発。ああ、なるほど。はい。OK です。でもちょっと反応が多すぎて、やることが多すぎて、どうしようかな。これ簡単ですよ。え、まずまず。あ、なるほど。そこもあるんですね。はあ。お、いやちょっとなんか怖いですね。どうしようかな。え、どうしようかな。とりあえず倒した。お。いいですね。瀬戸さんらしいですね。そうなんですよ。すみません。ね、コントロール。マニアですから。あ、違う。あ、え、あ、そうだよ。目には目をですよね。まあ、そうですよね。瀬戸さんが間違えると思ったんですけどね。違う、そんなことないか。でも、何しようかな。残りロン、あ、ただ、ちょっと、多分、さっき手札に加えたやつがあるんで。あれ、瀬戸さん。はい。あれ、まだか。そうですね。リーサルですね。え。あれリサルですよね。リサルです。あ、本当だ。あ、ごめんなさい。そうです。あ、ごめんなさい。そうですね。すみません。俺盤面取ることばっか。はい。すみません。ありがとうございます。ごめんなさい。なんかちょっと最後いらなかったですね。悩みが。っていう感じで、そのまあ今の環境ちょっとやりづらいとは言いつつも、前半のテンポが取れれば、あとケレセスですね。やっぱケレセスがどうしても強いですね。ケレセス2回はステップアップさすがでした。本当にコバルトスケールベインが来なければ、今度困ってたんですよ。手札すべてコンボカードだったんですけど、ちょうどこうドローで引いてくれて、それが7出たのがそうですね。あれがもう怪獣でしたね。はい。っていうところでですね、まあちょっと今の結果としてはこうなんですけども、マーロック・パラディンは本当にその、プレイングがまずシンプルだっていうのは一つ強みだと思いますし、今の環境非常に強いと言われてますんで、ぜひ皆様使ってみてください。あとテンポローグも比較的おすすめですので、こちらもよろしくお願いいたします。では、続いてのデッキ紹介いかせていただきます。はい。続いてはこちらですね。先ほどですね、かなりアグロ寄りのデッキを紹介していただいたんですが、これはまた一風変わって。これは、まあコントロール・ウォーロックっていうデッキです。はい。で、今、本当に流行しているというか、めきめき上がってるカードデッキですね。上がったことあるんですけども。デッキですかになるんじゃないかなと思いますね。ちょっと勝率とか、どれくらい流行するのかとかを、ちょっと見なきゃいけないんですけど。僕はアグロじゃないんですけど。いや、でも私、なんかちょっとなんか使ってる方を見て、ちょっと拝見してたんですけど、ちょっと使ってみたいなと思って、今日ちょっと、はるかさんのプレイを見て、ちょっと私もちょっと、家帰ったら使ってみようかなと思って。なるほどね。アグロじゃなくても使うんですね、やっぱり。はい。なるほど。でもすごい、あれですよ、アグロじゃないの使ってみると、そのなんか、今ちょっとすごく、思い悩んでて、みたいなことが来るんですよね。毎回。確かアグラで強いデッキを使えばいいんですけど、やっぱそのティア1にこだわりがあるようですね。まあこれいろいろとカード、新しいカード多いですからね、見ていきたいなというふうに思います。何から紹介していきましょうか。まあ一概にこういうデッキですっていうのがちょっと説明しづらいんですけど、まあでもちょっとまずは、はい、そうですね、勝ち筋が。まあ普通にアグロに対して、まあ回復と除去で、いなして、めちゃくちゃ入ってますよね。勝ちますっていうのが、基本ではあるんですけど、じゃあどうやって、勝つのかみたいなところに、ちょっとしたコンボが入ってるのがすごい面白いデッキなんですよね、このカードは。で、何かっていうと、まず、このマナリの、そのムクロ、ドクロですね。がありますけど、このカードを装備してると、手札から悪魔を1体召喚するっていうのがあるんですね。で、このカードを装備してるときに、例えば、じゃあ、ドゥームガードが出たとしましょう。ドゥームガードか、ボイドロードしか入ってないんですよね。そうです。なので、この場合だと、ドゥームガードの場合を説明させていただきますけど、このドゥームガードが出たときに、そのまま5点で攻撃できると。で、その後に、その、ウンブラという4マナのカードがあるんですけど、はい、このカードには。で、ウンブラの効果っていうのが、その断末も、すべて、召喚した時に発動するカードなんですね。はい、で、このウンブラを出てる時に肉食キューブを召喚します。はいはい、肉食キューブ使えないカードなのかなって思ってたんですけど、こんな活躍すると思ってなくて。可能性の塊ではありますよね。可能性の塊なんですよ、これは。なんで、使われるんだったらすごい強いけど、普通は使われないんじゃないのかなっていうぐらいの評価なんですけど、まあ案の定使われるデッキができましたということですね。で、その時召喚したそのドゥームガードをもう食べちゃうんですよ、このカード。なんで5点ダメージ与えた後にキューブで食べちゃう。で、食べた時に、この断末のミニオンの効果が、ウンブラの効果でそのまま発動します。すると、ドゥームガードが横に2体出てくるんですよ。あ、殴った後に出てくる。食べた瞬間に、そのまま出てきちゃうんですね、2体。なんで、これでまたプラス10点出ますと。なんで、15点出ますと。さらにその後に、この肉食キューブ自体を暗黒の契約とか。このカードですね。8点回復するカードですね。で、破壊しちゃうんですよ、自分で。破壊しちゃうと、またこのキューブの効果が発動して、もう2体ドゥームガード出てくるんですよ。すごいコンボですね。そうなんですよ。で、これでまた2体出てくるんで、計25点と。なるほどね。でもオールカンも引きたい放題ですから、そのパーツを揃えることも全然できますよね。で、その時間を稼ぐために、こうやって、走行中とか、超常剤師とか、暗黒の契約とか、回復カード、なんならこのね、デスナイトグルダンなんかも回復効果ありますし、あと耐えるためのね、ボイドロードも。これ出てきたらアグロも終わりなんですよ。いや、終わりですよ。もうね、ずーっといますからね。このデッキ何が強いって、このボイドロードが9ターン目じゃない時に出てくるんですよ、いっぱい。ああ、そうですよね。この。武器とかですね。この武器と、もう一つ取り憑かれた従者っていうのがいるんですけど、これがね、このがドゥームガードかボイドロードしか出ないんですよ。やばいじゃないですか。絶対この2体どっちかしか出ないんですよ。なので、まあ、ボイドロード出たら、アグロはもうそれこそ終わりですよ。1回も終わりなんです。壊滅ですね。ドゥームガード出たらさっき言ったキューブのコンボが始まるんですけど、どっちにしろ、いきなり5マナ57のミニオンが3体とか出てきたら負けるじゃないですか。っていうのがあるので、本当に強いんですよね。で、このボイドロード自体を、肉食キューブすることも一応できるので、アグロ相手にはそういったプランも取りますと。で、このキューブをもう一回破壊したらボイドロード、もう2体出てくるので、さすがにアグロ相手にボイドロード2体出てくる絶対勝ちじゃないですか。まあ、絶対無理ですよね。何があっても勝ちでしょみたいなのがあるんで、そういうコンボを搭載したデッキになってますと。で、最終的に、ドゥームガードさっき言った5体出ますとか、ボイドロード何体出ますとか言ってますけど、それ全部がグルダンで復活するんですよね。うわー、そういうことか。そうなんですよ。じゃあ、ヨシンバ、盤面をワッショイされても、こうやってグルダンで、まあ、やり直そうと。そうです。俺たちはやり直そうと。そういう勝ち筋も。だから一つ、まず最初に紹介していただいた勝ち筋があるけども、いろんな勝ち筋がある。で、その中で、また一つこの、第一子とリンが勝ち筋の一つになってるってことなんですね。このリンに関しては、必須カードではないんですけど、いわゆる保険というか、コントロールに対して、すごい、長い戦いになるときあるじゃないですか。ありますね。お互いデッキ切れ寸前まで行くというようなときに、有無を要さず自分のデッキはあるのに、相手のデッキだけを消すことができるんで、このカードは6マナ36で、その第1の封印っていうのが手に入るんですけど、第1の封印っていうのは、5マナで22の悪魔を召喚するんですよ。まだ弱いですね。で、その時に第2の封印を手札に加えるという効果なんですね。で、その後、じゃあ第2の封印発動すると、今度は33が出てくるんですよ。で、この順で、2233445566まで出てくるんですね。で、最後の最後のその5マナ66で召喚した後に、その切り札の10マナ1010の、相手のデッキをオタキベで全て破壊するっていうカードが手に入るんですよ。なので、まあ、それが切り札になりますと。出せば勝つってことですよね。まあ、すぐではないですけども。例えば、ハイランダープリストであったり、例えばクエストメイジだったり、デッキを最後まで引き切る、もしくはその特定のカードを揃え切らないと絶対に勝てない。っていうデッキに対して、ある程度戦える可能性があるからですね。なので、保険っちゃ保険なんですけど、そういうのもあります。じゃあこれはマストではないので、今なんかちょっとコメントなんか見てますとですね、ノートするとちょっとこう、資産が結構かかっちゃうとおっしゃってたんですけども、そうですね。ドクロとグルダンとウンブラはいるけども、サルノス、リンは、必須ではないかなっていう感じですね。そうですね。あったらいいかな程度なので、ウンブラに関しても、そのワンターンキルを決めるんだったらウンブラ必要なんですけど、このデッキが強いのって、このコンボありきじゃないんですよ。このキューブだけでも強いんですよ。キューブだけでも、そうですよね、そうですね。ウンブラが出てきて、先ほど言ったその回廊アサリムシっていうのが7マナで55ですけど、例えば、5-5で相手の盤面にいるじゃないですか。はい。で、ドゥームガードが出てきます。で、トレードしました。5-2で残りました。っていう、このドゥームガード自体を、この肉食キューブで食べちゃいます。でそうすると、この5マナ46を除去すると、5-7-2体突撃が出てくるんです。はい。それだけで、それ聞いただけでミッドレンジ隊の出来大体終わりなんですよね。そうですね。そんな強い5-7-46ないですね。そうですね。だからまあその、なんて言うんでしょうね。それで一世の世で勝たなくても、そこからまたじりじりやっていけば、回復手段これだけありますから、普通に勝てますよね。はい。まあ、自分も当たったことあるんですけども、結構なんかその、どうさばいても、最終的には負けるしかないみたいなところがあったので、本当強いなっていうふうに思ってますね。で、最初にですね、コボルトの師匠とかが出ると、まあこれ細かい話なんですけど、やっぱりアムロだと思っちゃうんですよ。それでプレイングが、あ、間違っちゃったみたいなことにもなるので、結構こう、一旦目から、この調査士が出れば、コントロールだなってわかるんですけども、師匠からプレイされると、やっぱそこはちょっとやりづらかったりはしますね。これ何が皮肉はないか、この主書で、まあ、主書だと判断するとまずいから、コントロールかもなと思ってて、いざアグロだった時に結局死にますから。そうですね。ですよね、みたいな。まあ、そうですね。なので、すごいややこしい出来ですよね、これは。初めて当たった時にいきなり地獄の炎とか打たれて、何このデッキって思っちゃって、かなり混乱しますね。ただ結局慣れてても、最終的には強いカードがいっぱいありますんでね、面白いデッキだと思います。ではもしかしたら初めてね、見るって方もいらっしゃると思うんで、次の対戦でこのデッキがどんなものなのか見ていただきたいと思います。じゃあゆっこさん、対戦お願いいたします。はい、じゃあ私と、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対戦を。紹介しませんでしたけど、アメジストの呪文石なんかもかなりいやらしいというか、ミニオン除去しつつ回復、しかもそれがどんどんパワーアップするっていうところもありますからね。デッキの回復カード合計すると30点超えますからね。絶対超えますよね。すごいですよね。もうなんか変えられるよね。アドベンチャーモードのボスキャラみたいな。回復すればドゥームガル出たらボイドロー出てくるから、最後にそれが全員復活してくるわみたいな。目に見えてないだけで体力多分60ぐらいありますよね。さあ、私もネムシを使っていきますよ。はい。なるほど。お二人準備を。はい、マリガンちょっとお待ちください。はい。今入ります。はい、お願いします。はい。じゃあゆっこさんはこだわりのある。そうです。ズーをね、はい、ちょっと自分なりにオリジナルにちょっと改造した、強いデッキに、プラスちょっと自分なりにちょっと勝てるようになるかなって思います。で、ちょっと改良したデッキを、ちょっと今日はお披露目しようかなと。わかりました。お願いします。はい。どうですか今の環境、ズーは。いや、非常に強いかなと思うんですが。リリースされて、1日2日も、俺勝てるじゃん、勝てるじゃんって言ってやってたんですけど、ちょっと最近、ちょっと伸び悩んでるので。あ、そうなんですね。はい。あ、大丈夫ですか？あ、いいと思います。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。さあ。はい。はるかさんのマリガンは、これ左足は残すんですね。左足。はい。あ、そう。まあ、このカードのことですかね。まあ、キーカードではあるっていうので。なるほど。残してますね。重さではなく、引かなくちゃいけないカードは残すっていう感じになってますね。そうなんですね。なんか、残したんですね。なんか残しました。キーカードと何かを残したんですね。ゆっこさんは定番のミニオンをプレイして、そこに対してどう返していたのか。なかなか強いですね。はい。調剤し、これで顔食らってもちょっとやそっとじゃ、すぐ回復されちゃいますね。そうですね。はい。回復されちゃいますね。ただまあ、ゆっこさんも回復するチャンスではあるので、まあ、こうそうですよね。アグロタイプではありますけども、引いていくっていうのも一つ選択肢かもしれないですね。おうなんか、いい声です。そうですね。ゆっこさん、すごい、いい声でした。あ、ちょっと、また浅いプレーね。いや、そんなことないと思う。全然。あれどうしたんですか？まあ、そうですよね。ゆっこさん、今、チャットに質問来てたんですけど、ズーって最近、AOE ってやっぱ多いから、ズーってちょっと厳しくないですか？正直に言いますときついですね。本当に、プリストの、特にドラゴンプリストが今の私のランク帯で多くて、4回に3回ぐらい当たるんですよ。すごいですね。4回に3回相当当たりますね。ちょっと今、考えてるんで、ちょっと。あ、そうです。ゆっこさん、このターンちょっとプレイしてからの方がいいかもしれないですね。そうですね。ちょっと考えてるんですけど。はい。ね、来ちゃったんですよね。いやでもね、あのね、来ちゃった。はい。あ、まあ何もないんですけど。これハースストーンで来ちゃったって。そうですよ。ゆっこさん、自分の手札ばらすのやめましょう、ちょっと本当に。ばらしてないですよ。ほら、時間ない。ばらしてないんですけど。なんか例のパッチーズっていう子しか知らないんですけど。ああ、なるほど、出てきましたね。はい。そうですね。じゃあゆっこさん、改めてどうですか？何でしたっけ？何でしたかね。あ、そう、あの AOE が強くて、はい、そうなんですよね。でもこのカードでちょっとあの AOE 対策をしつつっていう風にあのできたり、これでバフすればだいぶ AOE には強くなりそうな、こういうカードを使って、あ、わかる、あ、出てますかね。あ、大丈夫、出てます。このカードを使ったりして、AOE を対策しつつ、ミニを展開していきたいんですけど。まああんまりミニオン展開できないですね。結構2体3体出ても3体ぐらいで押していくイメージで、なるほど、横に広げるんじゃなくっていう感じなんですね、はい、そうです。ああ、なんかまだ出てきましたね。でも今はそのズーっていうのは224とか、はい、315とか割とこう体力も多いミニオンが多いから、はい、あんまりその AOE で一掃されちゃうイメージじゃないんですけどね。どうなんでしょうね。まあ相手のデッキによりますね。例えばプリーストであったりすると、はい、その序盤にミニオン並ぶじゃないですか。うんうん、ドラゴンプリーストだと序盤ミニオン並ぶんで、その例えばトレードして、例えば4点だったりすると、1点のミニオンでついただけで3点になってしまうので、はい、でそうすると次のダスクブレーカーの3点に必ず通りますよね。うん、なんで3点とかがあんまり強くないんですよ。なるほどね。さあ、やらしいから出てきましたね。そうですね。はい、ちょっと無理はしましたよね、今の。そうですね。はい、ちょっと無理に。あ、キーカード、そうですよ。出しました。倒しましょう。倒します？倒しませんよ。いやでもほら、倒さないと2にずっと殴られちゃいますよ、最後まで。ちょっとこれ対策という14単語に死んじゃいます。そうですよね、14単語というわけでもないんですけど、これみたいなものの対策用に入れたカードがあるんですけど、まあ引けないですね。あ、そうですか。はい、それもしかして沈黙とかついたりします？もうなんかなんで読むんですか？いや、読むっていうか、そんなカード一つしかないですよね。あ、そうか。そう、先ほどのパラディンデッキとかのそのバラニルとかのカードがスペルブレーカーになってるっていうのはこのデッキのせいなんですよね。このデッキの断末魔だったりとか、その断末の効果がすごい強いんで、それを一回無効化にしちゃえばいいっていうことでその沈黙カードが入ってると。なんでプリストにもそれこそゼロマナの沈黙とかがシナジーなくても入ったりするんですよね。お、これはもう嫌がって。はい。そうですよね。はい。なるほど。さあ、これは出てくる可能性があるミニオンは2種類。まあ、どっちが出ても、ゆっこさんはもう。何ですか、ゆっこさんはもう。いや、ゆっこさんはもう。何ですか。いや、なんでもないです。なんでもないです。あ、本当です。なんでもないです。あ、これ。そうだな、どうしようかな、ちょっと難しいですね。確かにゆっこさん、ちょっと考えすぎて頭のロースが垂れそうになってますけど。あ、本当ですか。垂れちゃってます。そうそう。ああ、出てきた。まあでもね、やっぱりアグロ使いとしてはこうどう超えるかが見せどころだと思いますから。そうですね、これ超えてみせますよ。そうです。逆にこの配信見てる方はね、ゆっこさんの生き様を、いや、ちょっと悲鳴上げないでください。はい、生き様見さらせって感じですね。そうですね、そうですよね。いやいや、でも考察はミニオンいますから。そうですね。負ける要素ないな。お腹がなっちゃった。お腹はそれは弱音的なあれですか。いや、むしろ気合入ってますよ。あ、そうですね。負けてるつもりじゃないぞ。いや、そういうことですね。場合じゃないぞと。これからだぞと。腹の虫がね、かつ入れてきますね。これそうなんですよね。これでも今日一番セントさん楽しそうじゃないですか。あ、いやいや、そうです。いや、ゆっこさん苦戦してるの見て辛いですよ。そう、辛いですね。でもこれ一番なんか3体出てくるってことは AOE はこれ次のターン打たないと見た。すいません、独り言なんです。ああ、そうですか。独り言なんです。いやでもコメントもね、ゆっこさんのこと応援してるような。応援しますよね、すごく。いや、全員終わったよって言ってますけどね。あ、そうだ。生徒さん聞いてないです。あ、聞いてない。確かに俺が何言ってももうこの状態に届きませんからね。大丈夫です。これで勝てますよ。ただもう見ての通りですね、その AOE じゃないな、ワンタンキルのプランじゃなくてもですね、十分に渡り合えるまあ、ゆっこさんはまだちょっと分かりませんけども、正直苦しい段階ではあると思うんですね。はい。でこれでもう1枚おいっそうあ、来ます。あ、来ます。呼び出してから聖の苦悩と無駄のないプレーですね。あ、そうなんですよね。やっぱ AOE 来るんですよ。そうなんですよね。わーい。やっぱりアグロデッキに対しては攻撃はすごい強いんですよね。もう出すしかない。もう出すしかない。まあそこもアグロには強そうですね。そうですね。もう本当にいいカードしか入ってないんで。だ今アグロでも明治なんかも強いじゃないですか。アグロの明治なんかも。あれなんかは呪文総裁が入ってますから、ちょっとここぞってところで返されちゃうとまたちょっと話変わってくるかもしれませんよね。あとは明治であれば、その、挑発が意味ないんですよね。なんで、このボイドロードを出しても、一応、その顔面の方になっていけば、勝ったりするんですよ。デッキの呪文だけでその20点ぐらいダメージがあるんで。なんで最近はアイスブロフとか入ってる、試作明治があったりするんですよ。あー、すごい。いろんなバリエーションありますね。はい。このズーと、このウォーロック、この対戦は、ちょっとちょっと辛いなっていうのはわかるんですけど、はい、他のアグロに対しても結構こんな感じで勝てたりするんですか？結局、そのボイドロード次第ですね。ボイドロードが、出てくるか出てこないかっていうところも結構紐づくんですけど、さっき言った取り憑かれた従者とかも結構最速でアクセスしないといけないんですね。はい、なので、マネガンでもキープした。あ、なるほど。そうですよね。ゴバナのカードをキープしてたんで、ボイドロードとドゥームガードを普通に手札から出すわけにいかないんで、このデッキは、なるべく別の手段に出したいと。だから負けですね。まあそうですね。まあ、ゆっこさんも伝染したんですが、まあ、やはりこのデッキ、非常にですね、パワーのあるところが見れたんじゃないかなというふうに思いまして、これにて一件落着と。いやー、お見事でございました。悔しい。でもね、ゆっこさんも、実は勝ち筋は全然あって、はい、3ターン目に、そのポーションをつけれる元があったじゃないですか。で、最初の手札では倒せなかったじゃないですか。でも、後からカードを引いて、あ、聖の苦悩だ。って言って、回答ができたんですよ。だから、その聖の苦悩いけなかったら、まだゆっこさん全然、はい、盤面作れてた可能性があるんで、こっちから見てると、あ、運命の分かれ道だって、すごく思いましたね。はい。そうだったんですね。聖の苦悩トップで引いたのは結構強かったですね。そうですね。あれがかなり、はい、大きかったと思います。はい。というところでですね、試合を2つ見ていただきました。まだまだですね、今環境面白いデッキありますんで、ぜひ皆様、プレイをしてみてくださいませ。そして面白いデッキがありましたらば、デッキ .com にご投稿のほどお願いいたします。お願いします。では、次のコーナーに行かせていただきましょう。はい。バーンと出てください。バーンと。タイムアタックビルドのところです。はい。程度にしてきました。そうなんですよ。バーンじゃなかったですね。バーンじゃなかったですね。さあ、これですね、非常に人気のあるコーナーなんですが、はるかさん多分今回初めてだと思いますので、はい。ぜひですね、ウエストコボルトさんに解説をお願いしたいと思います。はい。一応、タイムアタックビルドバトルなんですけど、皆さんに即興でデッキを組んでもらうコーナーとなっております。はい。自分、ウエストコボルトが考えたテーマやルールに合わせて、皆さんに組んで、構築してもらってるんですけど、はい。構築する時間は、わずかな2分しかない。たった2分です。2分で構築したことあります？さすがに、あ、デッキコード使っていいんですかね、これ。ダメです、ダメです。ネットから引っ張ってきちゃダメね。はい。あ、それはダメなんですね。特殊ルールもあるんでね。そうです。ああ、なるほど。そしたらもう上のデッキコピーしてそのまま下につけようかなと思ったんですけど。非常にダメです。あ、ダメなんですね。ああ、さすがに。それは厳しかったですね。で、今回はワイルドルールではないですか？ワイルドルールではないです。はい、スタンダードでいくと。スタンダードで、はい、お願いします。で、この段階で止めておいて、相手のデッキは、とりあえず対戦までは、基本的には分からないようにしなくちゃいけないっていう感じです。で、ヒーローの選択の自由はありまして、あとはルールにのっとっていれば大丈夫。で、時間切れにもしなっちゃったら、もう目の前にあるカードを、とりあえず無理やり詰め込むしか許されてない。ないんですね。はい。しかし、ルールの中でですけどね。まあでも、今回のルールは割と自由な気がするんですよね。自由度が高いんですね。なるほど。自由度が高いほどでも、2分で組むの難しそうですね。難しいですね。多分もう僕今これマウスの感度上げようかなと思ってますから。はい。このマウスの速さが命取りになる。まあそうですね。そうなんですよ。この手首のスナップが。セトさんマウスパッド用意してますからね。あ、そうです。なんかいやちょっとね机がザラザラしますから。ちょっとそれよくない。マウスパッドとか言って。ちょっと運営の方僕にもマウスパッド。あ、これ端っこ使っていいです。端っこだけです。そうです。もうしかも左手で使わなきゃいけないみたいな。じゃあ、ウエストコボルトさん、最初のルールお願いします。まず、自分対はるかさんですね。はい、お願いします。最初のテーマは、こちらになります。好きなクラスは、そのクラスのレジェンド武器とレジェンドミニオン、角1枚を入れてデッキを作ってください。あれこれ割と簡単だと思うんですけどね。いやそうなんですよ。待ってください。レジェンド武器があるのがですね、俺今パラディンとあともう一個なんだっけな。でも一応多分セントさんと今日皆さん使っているアカウントは全てのカードが表示されているはずです。そうですね。確かにそうだ。このアカウントはそうだ。何でもいけるはずです。でも効果わかんないな。なんか僕さっき使ったデッキ、そういえばレジェンド武器とレジェンド武器あれいやそれちょっとレシピ忘れてもらっていいですか。あそうダメですよ。なんか魔法かなんかかけられて忘れた手で。そう手じゃない手じゃない。でもなんかこの表紙に写ってるなんか武器とリンってカード一緒に入れたら強そうな気がしてきたんですけど、どうなんですかね。あ今考えたんですか。そうなんですよ。今パッとフラッシュアイデアがね。レジェンドミニオンっていうのはコボルトじゃなくてもいいんですか。コボルト。いや一応できれば今回のコボルトで出てきたレジェンドミニオンでお願いします。クラスレジェンドミニオンですか。そうですはい。さあ何があったのか覚えてます？いやでもプリストはちょっとオーマイガーなのは。いや何にしようかな。ちょっとプリスト以外で組めるデッキはどうなんですかね。まあ例えばローグだと武器ローグみたいなのがありますけど、組んだことないんだよな。あ武器ローグね。強いですよね。え？オッケーです。大丈夫ですか？はるかさんも多分めっちゃ決まってると思うんですよね。顔が。そうですね。どうしようかなって感じですけど。はい。もしねなんか他にアイディアがあったらなんかちょっとそのデッキ組んでみちゃったり。まあちょっと普段使ったことないデッキをちょっと組んでみたいと思います。はい。どうですかお二人お決まりましたか？いやもう俺はとりあえずこれで。お、決まりました？よしじゃあカウントでお願いします。はい。3、2、1。スタート。今から2分ですね。はい。今日もちゃんと2分時間守ってくださいよ、皆さん。嫌です。二人ともおのおののヒーロー選ばれましたね。左側がはるかさんの組んでいる画面ですね。右側がセントさんの画面になってます。はい。さあ、今回、今までのこのタイムアタックビルドバトルの中でもかなり自由度が高いですよね。まあそうですよね。そうですね。もうフリーで組めるっていうデッキですね。だから多分構築力かなり試されるんじゃないですかね。どんなレシピなんでしょうか。うろ覚えで。いやうろ覚えというか全く知らないですね。あ、内容は知らないけどとりあえず作ってみよう。そうですね。組んでみようと思って組んでるんです。そうです。セントさんチャレンジャーですね。はい。なんかちなみに今ご覧になっている視聴者さんは何のヒーローでどんなデッキを組もうか考えて、いや多分でもね強いデッキは組めるんですよね。そうですね、はい、強いデッキは組めそうではありますよ。はい、はるかさん現在22枚、セントさん現在23枚。あ結構全然いけそうですね。はい、はい、絶対違う俺の目絶対違うこれ。ちなみにあと40秒後。はい、あと45秒ぐらいですね。早い。あと40秒。早い。わかりました。いけそうですけどね、はるかさん。うん。そうですね。もうあと5枚ですね、はるかさん。セントさん残り6枚。はい。お、コメントハルネス使いたいなっていうこと書いてありますね。はい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 。強いですよね。ハルネス。はいはい。お、ロープの音始まりましたよ皆さん。6という方もいらっしゃいますね。あと何秒ですか？あと15ぐらいですかね。今10ぐらいかな。はい、あともうちょっとあとお二人2枚と1枚。ちょっともう無理やりですね。終了です。終了しました。背後からの人差し忘れた。今いらん情報きました。あーやばいやばい。ヒーローバレちゃった。ちょっとねもうなんか何入れたら正解なのか分かんなくてちょっと2人確認はしてないですけどごめんなさい信頼していいですか。大丈夫です。大丈夫ですか。やばいやばいごめんなさいクラスレジェンド入れてないの。ちょっとセントさん。これセントさんマイナス1点じゃないですか。いやマイナス1点とかありませんから。でもウエストザウルスね、今回から厳しくするんですよね。そうですよね。1枚入れ替えるだけですからどこでもいいや。はるかさんちゃんと2枚とも入ってる感じですかね。はるかさんちょっと適用ちょっと見せてもらって入ってるはずですね。今回のこれとどこだ。あそうだ。これ今いましたね。ありましたね。はい、ありがとうございます。はい、さすがはるかさん。はるかさん、ちゃんとルール守ってくれてますね、セントさん。セントさん、セントさん、まだゴリゴリしてますか？いやいや、してません、してません。してません。はい、わかりました。全くもってしてません。またセントさん、カーニングしようとする。いやいや、してません。いやー、危ない、やっちまったかと思った。じゃあ、プレイ行ってみますか。はい、行きましょう。お願いします。セントさんはちょっとバレてしまったんですけど、ローグですね。はるかさんは何のヒーロー？ただしモーロックを使ってくるのかどうなんでしょうか。これは対戦ですよね。あ、危ない、俺今乱戦入ろうと思った。やばいです、危ないです。あ、ごめんなさい、アカウントって何でしたっけ？2ですよね。はい。じゃあ、申し込みをします。大丈夫ですか、デッキは？よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あっぶなー。いや、今のデッキで乱戦もあったらちょっと面白いデッキでしたね。いや、むしろ全然勝てると思います。本当ですか？いや、自信ありますよ。なんならもうこのデッキでこのままラダー回したいなっていう。なるほど。セントさん自信がある。あ、もちろんです。はるかさんはどうですか？組んだのはさすがに初めてですね、この。そうなんですね。はい、知識でまあ皆さん分かってると思いますが、ウォリアーですね。ウォリアーの今回のレジェンドミニオンって何でしたっけ？え、ミニも武器も分からないんじゃないですか？いや、武器も分かんないですね。そうですよね。あんまり今ウォリアーいらっしゃらないからな。そう、ウォリアーがミルウォリアーぐらいですか？今いるのどうですか？環境でウォリアーが。まあそれこそこのデッキも一応いますね。お、いるんだ。そうなんですね。いるんだ。たまに見ますよね。はい。たまに見るんですね。とりあえずまず武器を引っ張ってきて、いやでもね、初めて使うカードだらけなので。うん。おー。これで武器は引っ張ってこれました。はい。あ、向こうも武器だらけだ。そうですよ。とりあえず消えて。そういうデッキなんですね。そうです。お二人はちなみに武器を必ず入れるっていうデッキじゃないですか。はい。武器破壊カードとかって入れたんですか？まあ僕は、そうですね。これ入れてますね。とりあえず。そうか言わない方がいいですね。すいません、失礼しました。さあ、まあセントスさんはもうほぼお分かりない武器ローグということですね。はい。どんなコンセプトで？もうとりあえず武器をとにかく強くしようっていう感じですね。ああ、武器を強化することを目的に積極的な感じですね。いやー、でも今ちょっとコメントで気づいたんですけど、単純にカード入れ忘れてますね、ちょっと。あ、いろいろ入れ忘れてます？いや、急にはむずいですよ。まあ2分ってなかなか短い時間ですもんね。はい。あ、BC さんがちょっとコメントしてくれてますね。あ、本当ですか？なんておっしゃってるんですか？なんか多分足りないカードの名前をおっしゃってると思います。綺麗に強くしていましたね。いや、これでもまた武器強くなりましたから。そうですね、武器がどんどん強くなってる。おお、どんどん強くなってる。結構これ武器いいですよ。あ、なかなかテンポいいですよ。すごいね。ありがとうございます。これテンポローグと言ってもいいんですね、このデッキタイプ。そうですね。ミニオンはほぼ海賊なので。海賊ローグの方が近いかもしれないですね。おお。強っ。でかいの来ましたよ。どうしよう。急に焦って。いや、これどうしようかな。これで分かったと思うんですけど、はるかさんのテーマは何ですか？ビッグウォリアーですね。召集ウォリアーとも言われたんですけど、まあ大型ミニオンをデッキに入れて、それ以外をまあ呪文と武器で。まあ僕ちょっと武器ちょっと入れ忘れてるものもあるんですけど、そういうのがありますと。これも強そうなデッキですよね。どうですかね。ドゥン。あ、強い。強いですね。これ強いな。強いな。これは強いですね、瀬戸さん。あれだ。おお、どんどん武器がでかくなっていく。この武器破壊されるとでもデッキの中入っちゃうんですよ。それが次くぐることがないと終わりますね。ミニオンも海賊だらけです、先に言っちゃうと。ただこれ武器、ただ攻撃力強いだけじゃなくて、その毒とか、それから、まあ、猛毒ですね。猛毒とか生命ダッシュがつくと、さらにもう武器だけで試合が構築できるようになるので、うん、その武器ログっていうのは多分デッキタイプとしてちゃんとあるんですが、はい、多分いろいろ間違えてますね。でもなんか今見る限りかなり回っていて、そうですね、順調ですね。だいぶ強いですよね。はい。ネットさんは順調。ブラッドセールの略奪者もかなりすごいことになりますからね。うわー。これを勝利するために、そうです。ちょっと頑張らなくちゃいけないみたいな。なるほど。あんまりミニオン展開すると。一掃されるとしんどいので、ね、まあそうですね。ちょっとビビりなんですよ。ということは手札にミニオンもいやいやいません、もういませんね。手札全部武器ですもん。はい。あれもさすが戦闘さんですね。いつもチャットに普通武器ログこんなに回らないよね。確かに確かに。はい。戦闘さん最近本当よく回りますね。そうですね。なんかちょっと変わってきましたね。はい。ちょっと待って、こんな走行もう30以上ですね。すごい。あ、でもおかわりが来た。あ、おかわり来ました。これは強い。強いぞ。こいつもいけ。これ殴り切れますかね。どうでしょうね。でもやっぱりコントロールデッキっぽいので、その大きいミニオンとかその全体除去、乱闘みたいなカードが来てしまうと、はい、こっちは本当武器しかないので、うん、あとこの武器が壊されちゃうと厳しいですね。うん、この大型ミニオン以外はスペルでできてるって言ってましたもんね。よし。いやこれ結構厳しいですよ。しのぎましたよ。はい。はいこれかなり厳しくなってきましたね。そうですね。今日お二人とも結構声漏れ気味ですね。これちょっとおかわりができた。来ましたね。うわー、さらに強くなっちゃうんですね。でも殴ります。これで今デッキの圧縮ができているので、はい、また武器がデッキに戻った後も引く可能性が、まあ、あんまり高くはないんですけども、うん、まあどんどんとこうデッキを減らすことで増えてはきてくれますね。そうですね。はい。で一回これなくなった後に引き直せば勝ちなので、はい。はい、そこは頑張りたいですね。ちなみにセントさん今、はい、ラストにプレイしたカードのモノマネって得意じゃなかったでしたっけ？ママね、体に体って全然完璧ですね。ありがとうございます。そうですね。それか、おお、来た。はい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 。来たぞ。来たぞ。これワンターンキルもあり得るんじゃないですか。そうですね。はい。気をつけてくださいよ。さあ残り15点削り切れるのか。おかしくない？デッキだけではなく口も回っているというコメントも来てます。ありがとうございます。はい。まあでもとりあえず出すしかないんで。まあでもね今回のルールですから。はい。はい。これ入れ忘れてたんで。どうしようかな。いや僕も今よくよく考えるといろいろ入れ忘れたなみたいな。ああ今思い出しました。やっぱ2分間の間ですもんね。2分間っていうのと、うん、そのルールが突発っていうのが面白いですね。そういう意味では。そうですよね。これで多分完璧なデッキができたら面白くないんですよ。はい、おお。それは強いな。いや壊したんですが、もう終わりです。いや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 。さあ残りで返していって、さあここの盤面をクリアできればという感じですね。乱闘したらどうですか？乱闘おすすめですよ。乱闘はかなり危険。はい。あ、危険でもないか。いやそうですね。危険というかもうダメですね、乱闘は。いや、でも乱闘して、デスウィングが残る可能性も10名にありますね。はい、わー来たわー、リッチキング。テントスさんの手札は1枚もないので、リッチキングを突破できそうにも。そうですね。ないですかね。はい、どうなのかな。このターンしのげれば、はるかさんがかなり。おー。はい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 。まあこれが今回の指定したミニですね。はい。斉藤さん、はい、はい、頑張ってください。いや無理でしょ。どう考えても無理でしょこれ。斉藤さんこれいけますよ。残り6点ですよ。残り6点。今相手の総攻撃を食らったらリーサルですよね。そうです。お腹鳴らないでください、ゆっこさん。なんでリーサル見えてきたらお腹鳴るんですか。マイク多分拾ってないんで、鳴ってない体で接すれば大丈夫です。今真っ先にお腹って言っちゃったんであれですけど。いやー、これ危なかったって言っていい状況なんですかね。いや、もうダメです。俺は勝ちなくなっちゃった。いやでも、はい。いや、それでもリーサル、次殴ったらリーサルだったと思うんですね。はい。いやー、あとちょっとだったんだけどなー。惜しかったですね。いや、いい勝負でしたね。はい。いや、ありがとうございます。見事だった。面白かったです。ちゃんとお互い武器入れてよかったですね。なんかいいところ出せたな。両方武器とミニオン出ますよね。すごい頂上決定戦みたいな。いやー、いい試合でした。あ、今回良かったですね。はい。負けはしましたけども、なんかすごい楽しい試合できたなって思います。けど心臓に悪い。そうなんですよ。そうです、僕は。ただね、次のルールも多分心臓に悪いと思う。あ、そうなんですか。はい。じゃあね、次もっと簡単ですよ。もっと簡単ですよ。お二人ですね、そのコレクションのデッキ選択、デッキでヒーロー選択ですね。画面まで行っていただいて、ちょっとお待ちいただいて。じゃあ今度は私とはるかさんでね、対戦になりますので。簡単ですって言ってきたことは難しいと思います。絶対に。どうかな。デッキ構築の自由度が高いってことはやっぱ難しいですよ。ああ、そういうこともありますもんね。で、見てる方がなんであのカード入れないんだっていう指摘にもつながっちゃいますよね。そうですね。ではデッキルールの発表をお願いします。めちゃくちゃシンプルですよ。大丈夫ですか？いいんじゃないですか？いいですよ。はい。はい。少々お待ちください。はい。お願いします。ちょっと食べますね。千田さんちょっと早すぎたらしいです。ああ。確かにそうですね。ちょっとゆっくりめの方が良かったですね。はい。びっくりしました。さあ、何のデッキかな。ゆっこさんはちゃんとルールのカードから先入れてください。わかりました。強いカード先入れちゃダメですか？俺とさんはね、組み方完璧なんでね。え、でも千田さんが先ほどルール間違ってたじゃないですか。まさかね、ソニアを入れないとびっくりしましたよね。全然結構相性良かったですけどね。そうですね。しかも、今回も入れなきゃいけないカードは2枚しかなかったのにね、セントさん。そうですね。半分忘れてるから。そうですよ。びっくりしました。50% 忘れましたからね。はい。どうですか？いけそうですか？はい、いけそう。はい、いけそうです。はい、お願いします。次のテーマはこちらになります。U カード万歳。だけっていうのは何が強いか分かりません。ただこれ中立も OK なんですよね。中立はもちろん OK なんですけど、クラシックとかもその通常入るカードは何も入れない。ダメですよね。ダメです。コボルトオンリーですよね。コボルトオンリーです。ってことはデッキ選択でコボルトオンリーと打てばそうですね。打ってなくても左下で選択そうですねできますよね。コボルトの欄を選択すれば相当できますね。わかりました。はいはい。コボルトオンリー。いやでも正直何が強いか分かりませんね。はい。分かんないですよね。うん。でも面白そうですね。いろんな普段見れないカードが見れそうで。これちょっと昨日教えてもらいたかったですね。いやそういうんだったら俺らだってやりようありますから。そうですよ。はい。台本にないぞ。台本ないです。テーマではない。どうなってるのこの番組はみたいな。テーマがね2分で作るというテーマなんで。何が強いか分かりませんね。やっぱりそのシナジーのあるカードとかが多いので強いカードも単体で強いっていうカードが果たして。あるかどうかですよね。そうですね。いや、わかんないけど、とりあえずこのヒーローでいきます。決まりました。決まりました。ゆうこさん、オッケー。はるかさんは。いけそうですか。あ、これあれですか。ヒーローを組んでる途中で、あ、これ。変えのオッケーです。で、変えようってのもあります。大丈夫です。ただ、相当タイムロスになりますね。わかります。はい。これも一応2分しかないんで。はい。とりあえず大丈夫です。はい。じゃあ、準備。よろしいですか。はい。はい。じゃあ、せーのでいきます。せーの、スタート。はい。2分ですね。まず右側がはるかさんの、選んだヒーロー、そして左側がゆっこさんの選んだヒーローですね。でも自分も作るんだったら多分はるかさんと同じヒーローで作りたいなと思ってますね。まあパワーカードが多い印象はありますからね。ちょっとわかんないかも。ただその中立が多分皆さんまだ強いカード以外把握できてない可能性があるので。そうですよね。はい、ちょっとどうしようかな。ちょっとやめようかな。ゆうこさん、画面入ってません。すいません。ちょっと、カードがわからなすぎて、ちょっとやめとこうかな。難しいんですね。はい、ゆうこさん、もう1分経ってますか。1分経ってます。今40秒です。40秒。ちょっと難しい。でも中立ダメでしたっけ。いや、中立 OK です。中立は OK です。大丈夫です。中立 OK？ はい。中立ない。組めませんよ、多分。はい。はるかさん順調そうですね。順調ですか？順調とかやっぱ強いカードを、そうですよね。パッと見て強いカードを入れていくのが多分正解だと思います。なんならテキストよりも2つ重要かもしれませんよね。1分経っちゃいました。はい。ゆうこさん多分ね、吟味してるあんまりもうないと思いますね。あ、もうないですか。あ、でも入れときますね。そうですね。はい。あ、ないですか、センタさん。え、ないですか。時間が。あ、違う、そうですね。あ、でもこれまずいかもしれないですね。これね、これ全部入れなきゃいけないぐらいですか。ヒーローを変えるのは致命傷ですね。そうですよね。いや、全部入れるっていうことはないですよ。てか、ごさんあと30秒です。レジカードもっと強いのあるんじゃないですか。レジカード強いのあります？いや、あんまわかんないですけど。ちょっと待ってください。もうちょっと強そうなの。あ、これでもと、これかと。はるかさんは良さそうですね。残り時間たっぷり使って強いから探してる感じ。あ、もうなんか30番入ってたいつの間にか。組んでた。え、これやばいですね。やばいですね。これね、これ電気構築じゃないですね。電気構築じゃないですね。これまずいですね。10秒カウントお願いします。あ、もう終わっちゃいます。もう決まっちゃう。はい、終了です。じゃあなんか、はるかさん、そうですね、適当に入れていただいて、ゆうこさんも適当に入れて。これ電気構築じゃないですね、これ。とりあえずここのデッキ入れてみましたデッキですね。そうです。はい。いやー、これどんな試合になるんでしょう。ただまあやっぱり構築云々じゃなくて、やっぱりこうどう回るか、どう回すかっていうのも大事になってきますから。そうですね。はい。わかります。マリガンから不明ですね、このデッキは。ちょっとね。はい。対戦準備をね。行ってみますね。はい。はい。ちょっと楽しそうだなでも。まあでも多分皆さんまだあんま使ってないカードとかもちょっと入ってるかもしれないですね。特にゆっこさんのデッキが。やっぱり闘技場をうまく回してる方なんかは、はい、ある程度こういろんなカードの知識あると思うんですけども、うん、逆にラダーだと使われないカード結構ありますからね。あ、グルなんです。あ、すいません、Zさんの話聞いてなかった。すいません。はい。すいませんでした。はい。聞いてないですね。そうですよね。ちょっと聞いてなかったですね。いや、そんな胸張らないでください。はい。嬉しそうに言いますね、ゆっこさん。あなたが真似し。はい、入ります。なんかよくわかん、あ。ではですね、はるかさんが使っておりますのがウォーロック、そしてゆっこさんは明治を選択しました。最初はドルイドだったんですが、途中でちょっとカード使えないと思って明治にしたんですが、はい、それが致命傷。そうですね、ちょっとテキストが長いカードが多かったので、はい、これちょっとやばいなと思って。テキスト長いかな見ての通りっていう感じのカードばっかですけど。そうですね、ゆっこさんが頭かぶってるもの何なのか議論がコメント欄でありますけれども、はい、これはろうそくですね。そうですよ。はい、ローグの秘策にですね、突然の裏切りっていうカードがあるんです。ゆっこさんの手札が見えてます。見えてないですか？はい、ちょっと一旦入り直しましょう。少々お待ちください。わかりました。はい。オプション、あ、感染許可してますね。じゃあちょっと今入り直しをしてますので、もしロープ来ちゃったら一旦目のプレイはしちゃって大丈夫ですね。わかりました。はい。どうですか、お互いの手札なんかは？いや、僕は。はい。こういう時は、こういうデッキが強いみたいなのがあるんですよ。ああ、そうなんですね。あるんで、まあその通りにちょっと作ってみたいな感じですね。なるほど。はい。まあなんか。あ、大丈夫そうですね。ありがとうございます。あ、OK ですか？はるかさん強いですね。いや、これでも。ゆっこさんはまあ、これプレイして OK です。出す意味はないんです。はい。あ、何もないです。何もないです。私何も言ってないです。はい。まあゆっこさんは、明治は発見なんかも多いですから、はい、まあそういったもの次第かなっていう気はしますけどね。でもこれで終わるんじゃないかなっていう。あ、この子ですか。はい、終わりませんよ。終わりませんの？はい、よかった。まあでもこれでね、一応。あ、なるほど。さすがゆっこさんですね。引っ張ってくるかな。いや、引っ張ってこれるかわかりませんよ。あれ？なるほど。呪文ゼロと。呪文ゼロ。あ、なるほど。呪文ゼロ。これはちょっとめんどくさい。そうですね。ちょっと予想外ですね。予想外というか。今ゆっこさんが引っ張ってきたカード見えたと思うんですけど、もうランダム要素の塊が。らしい。あのカード入ってるってことはこのカードも入ってるなってのがわかるんで、そうするとあ、ちょっとめんどくさいな。まあというか多分すべて入ってますね。明治のクラスカード。かなり焦って入れてましたから。となると、これは強い。これは強いですよ。やばい、これゆっこさん勝ちあるぞ。これ強いな。めちゃめちゃ強いですよ。めっちゃいけるんですけど、面白いですねこれ。ただちょっと重いですよね、ゆっこさんね。そうですね。ちょっと重いので。でも確かに農呪文はシンプルでいいかもしれませんね、こういう点は。まあ、テーマとしては、これは図なんですよ。あ、図ですよね。しかも横に広げるタイプの。そうです。なんで、まあ基本的には手札を抱えて、低コストミニをたくさん出すみたいな、っていうのがコンセプトになっていて、まあ基本的にカードゲームはそもそも図が強いんですよ。ああ、はい。なんで、カードブルが限られてれば限られてるほど、図みたいなデッキを組めば、まあ強いはずなんですけど、考えてますね。で、今のところはもう順当中の順当。なんならその1コストミニオンも大当たりじゃないですか。これ相手の手札当てるかもしれないんですけど、まずこのメージ間違いなくドラゴンの憤怒が入ってるんですね。で、ドラゴンの憤怒が入ってるってことは、その、で、さっきその5枚埋めるみたいな呪文とかもありましたけど、っていうのももし発動された場合、まあ、高確率で5マナ5点オールダメージみたいなのが出るんですね。それに対するちょっと手段が、今はかなり乏しいので、ちょっとどうしようかな。そうですよね。なかなかどうしようかなみたいな。ただゆっこさんもちょっと初動が遅いので。はい。なかなか。で、ちょうど次がその憤怒のターンなんで、あんま展開したくない。そうですよね。でもまだわかんないですけどね。ただ、さっきその2コスの呪文を発動したじゃないですか。はい。なんで2コスの呪文がもし出てきたら、まあ一応2点ダメージかな、みたいな。だったらまあ、ここら辺で大丈夫かな、みたいな。ちょっと甘い。なるほどね。強いぞ。はい、私。さほゆっこさん、運命の分かれ道。なんか来ましたね。なんか来ました。なんか来ましたね。ちょっと重めではありますからね。プレイングが何が正解なのか難しいですけどもね。いや、まさかでもずーっとやっぱ呪文いらないんで、採用しなかったんですけど。1枚でも入れておけば完璧な恨みになると思います。そうですね。入れておけばもう少しまともだったかもしれないんですけど、渡りガラスの使い魔が相当暴れてますね。暴れましたね。お、これは。なるほど。結構強気に行きましたね。はい。大丈夫ですか？結構盤面だけでも火力出ますけどね。まずいんですけど。しかしあんまり広げたくないという本音もありますよね。これ、これ、私、なんでこんな顔入ってるんですかね。いや、いいと思いますけど、さっきのターンでもちょっと悠長すぎたかなっていう気がしますけどね、5ターン目。なるほど。うん。ってことは、そう、ないっぽいですよね。あったら使いますからね。使ってますもんね。まあ、言うてデッキに2枚しか入ってないカードですから。まあそうですね。入ってない可能性もありますからね。ここ8点ですか？今、そうですね。8点ですか？はい。で、多分8点以上出すためのカードは、ありますか？いや、パッとに思いつかない。あ、ありますね。ありますね。あります。あ、そうなんですね。8点はないですね。すみません。8点というか、バーストというか、ある程度そのシナジーがあるカードはあるんですけど。あ、一応あるんですね。なるほど。まあこれでね。なるほどね。全体除去が来ても大丈夫ってことですね。大丈夫なようにしとこうと。基本 AOE で吹っ飛ぶってことは、このマナ44のやつも吹っ飛びますね。吹っ飛ぶんで、まあ基本仕方が。さあこれで顔がだんだん苦しくなってきましたが、ゆっこさんはいけるんでしょうか？苦しいんです。私苦しいんです。よかったです。喜んでないでください。あ、なんか。これ引っ張ってきたメテオ。まあ運が良かったとはいえば運が良かったんですが、まあこれでまたちょっとは命をつなぐことができるかなと。まだリーサルないですよね。多分。まだリーサルないですよね。あんまりでもそのコボルトのウォールカードがわからないので、どうなのかっていうところではありますね。そうですね。そして1、2も嫌ですから、ちょっと取っていきたいところですよね。なんだこいつ。強いですよ。めちゃくちゃ強いじゃないですか。やめてくださいよ。めちゃくちゃ強いなと思って入れました。やっぱりですか。いや、ちょっと遅かったかな。いやー。なんかこう、全体というか、打たれで全体でちょっと動いてるんですけど、一向に降ってこないんですよね。多分ですね、もう終わってたと思います。はい、でもね、そのケア大事ですからね。はい、しかし、ゆうこさん、なかなか面白いカード入れてますね。そうですね。いろんなカード入れてますけど。お願い頑張って。ポケモンの言うかな、これね。確かに。え？あ、そっか、一枚ドローする。え？あれ？ちょっとゆっこさん、めちゃくちゃしないでください。ちょっと真面目にやってくださいよ。手がなくなっちゃったんですけど。なんすかこれ。手がなくなっちゃったんですけど。ちょっと。真面目やってください、ちょっと。まあ、そして。キープしていた意味があった。そうですね。海外の虫みたいな。ちゃんと、持っててよかった。持っててよかった、海外アサリ虫みたいな。ゆっこさんなんだよな。なんか。あ、でも、それ強いじゃないですか。そう。はい。おい、なんで入れたんだみたいな感じで言いましたね。一気にゆっこさんの現役がなくなっちゃいましたね。でも本当にその一寸先は闇だった可能性ありますよね。そうですね。だから割と運要素が強いデッキではあったと思うので、まあこれは本当にそうですね。コインピーンってやって裏裏裏裏裏裏っていう感じで、はい、お見事でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。みたいになってしまいましたね。でも一時期はもう渡りガラスでバンバが引かれてる時なんで、これ全然負けそうだな。どうしよう。ハンド超良かったじゃないですか。で、あれを見て、まあジュチャークはるかさん勝つかなと思ったんですが、ゆっこさんが結構面白くて、これはあるかなと思ったんですけど、ちょっとなんかスクロールがあんまりいい感じで、ドラゴンの糞で引けなかった。そうですね。引けたらいくらでも多分全然いけましたね。悔しかったですね。まあまあそういう形でですね、まあ非常に面白いルールでやらせていただきました。次回も多分ですねやると思いますので、ぜひこちらまたご視聴のほどお願いいたします。楽しかったです。ありがとうございます。いや、はるかさんはなかなかこういうルールでやることもないと思いますけども。そうですね。本当面白かったです。結構意外と完成度良かったんじゃないかな。そうですね。良かったと思いますね。思ってますね。うまいですね。いろいろ作るのが。やっぱりその普段。いろんなカードを触れてらっしゃるんで、まあそういった強みがこういう時出るっていう。やっぱりいつもゲストの方うまいんですよ。どの方来ても、ラダーすごく強い人とか、大会とか出てる人は、やっぱりカード知識が根本的に、そうですね、あるなっていう印象がありまして、本当ね、すごいなと思うんですけどね。では、次のコーナーに行かせていただきたいと思います。続いては、コミュニティニュースのお時間でございます。今日はニュース盛りだくさんです。一つ目からお願いいたします。はい。まずはですね、公式サイトにコボルトと秘宝の迷宮のデジタルコミック、公式サイトというかデジタルコミックがリリースされました。この山あり谷ありというものになっておりまして、みんな大好きなコボルトについていろんなお話がこの中に入っております。で、日本語版もありますから、ぜひこちらですね、ご購入、ご視聴か、まあちょっとですね、見ていただきたいなというふうに思っております。はい。結構ですね、こういったことは、ハーストーンではあまりこれまでなかったんですけども、本当にここのところ、どんどん増えてきてて、すごくいいなと。騎士団の頃から、こういうふうに漫画化するみたいなのが来てますよね。やっぱりカードを使ってるだけだと、セリフがあるんですけど、なんでこのセリフ入ってるかよくわからないみたいなこともあったりする中で、こういうストーリーを知ると、なかなかそういうところわかりやすいのかなと。カード一つ一つで愛着湧くんですね。はい。それ素晴らしくいいなというふうに思っております。では、二つ目のニュースをお願いいたします。はい。これですね、結構細かくあるんですけれども、ざっとお話をさせていただきたいなというふうに思いますが、2018年のこの e スポーツとしてのハーストーンのこのロードが発表されているんですけれどもですね、まあ、詳しくは公式サイトを見ていただきたいんですけども、今までのルールももちろんあります。まずはその選手権ツアーとしまして、既存のようにですね、3シーズンの選手権プラス、1つのシーズンの最終選抜によって、選手が決まる世界選手権という、右下のですね、ルールに関しては今までと変わってはおりません。それと加えまして、いろんなルールが増えたのでご説明させていただきます。2018年、賞金と HC ポイントがもらえます国際大会の開催回数が増える予定になっております。で、その国際大会を HCT ツアーストップという名称で呼ばせていただくというものになっております。そして、2018年のシーズン2からはですね、チームとして、そのチームバトルといいますかですね、チームとしての獲得ポイントの合計値を競うルールが始まる模様となっておりますね。シーズンの終了時に、上位10チームですね、には、報奨金が贈呈される予定になっております。はい。で、実力が高いプレイヤーを評価するシステムとしまして、ハースストーンマスターズが登場となりました。直近の3つの HCT シーズンの合計獲得ポイントをもとにランクが決定されます。で、このランキング入りをしますと、HCT プレイオフやブリザード主催の賞金付きオンライン大会への出場権、そして出場報奨金がもらえるほか、年度末に特別グッズの提供が受けられるという形でですね、これまでは割とこう一本道、もしくはそれにこう付随するルールしかなかったものが、こういろんな方向性でいろんな種類の大会があるので、自分に合ったものをやってもいいですし、絞っていただいてもいいしっていう感じの、こう割とプレイヤー側に選択肢が増えたのかなと、いうふうに思っておりましてですね、非常にですね、楽しみな一年になるというふうに、そうですね、これを見て感じますね。はい。ゆうこさんはどれ出ますか？全部出ようかな。雑すぎるこれね、おそらく話聞いてても分かんなかったやつですね。そうですね。ちょっと複雑なんで、公式ページの方とかで詳細を。そうですね。はい。ぜひですね、興味のある方はですね、公式サイトを見ていただければというふうに思っております。では、続いてのニュースお願いいたします。これがですね、Twitch プライム登録でゴールデンカードパックを獲得というキャンペーンが今行われております。これはですね、クラシックパック1つが全てゴールデンなんです。で、1月9日までですから、ぜひですね、皆様お早めにご登録のほどお願いいたします。で、自分もですね、これ登録して開けたんですけども、レア1枚。私その放送見てたんですよ。だからTwitchの放送中に開けてたんですけど、開けて、で、その草を生やされた後、その後、もうコメントすることはなかったです。もうそこ見て失望していなくなりました。まあでもですね、ただでもらえるものですし、必要なカードじゃなかったとしても、例えばこれを全て砕くことで欲しいカードと交換することもできますし、ぜひですね、これお得なのでお願いいたします。で、この Twitch プライムなんですけども、今 Amazon プライムというですね、Amazon が運営しているサービスに加入している方はですね、Twitch プライムに無料で登録できます。Amazon プライムの特典の一つとして Twitch プライムがありますので、Twitch 普段ご利用じゃない方もですね、もしかしたらこれ登録だけでもすると、パックお得なんじゃないかなと、いうふうに思います。で、ウエストタオルさん、これ、Amazon プライムというのは本来有料ではあるんですけども、そうですよね。一応 Amazon プライムは無料体験期間っていうのはあるんですよね。1ヶ月間無料で使える期間があるんですけど、それでも Twitch プライムと連携することができるから、誰でも無料でパックはゲットできるということなんですよね。もうですからですね、これはですね、ぜひ皆様、もらっといて損はないですし、ちなみにですね、これの後もですね、他の、またなんかパックがもらえるかもしれないみたいな、みたいなものもですね、いろいろ、予定されておりますので。これちょっとなんか開けたくないですね。なんでですか？なんか、かっこいいじゃないですか。そうなんですよ。これ特別パックってなかなか配られることないと思いますからね。その気持ちね、わかるんですけど。はるかさん、開けましたこれ。まだ取っといた。取っといたんですね。これ特殊なパックなんですよね。そうです。なんでイベントの時とかに、配信とか、そういうの時に、記念でみたいな、そうなんですね。しようかなと思って、だから NA サーバーの方を開けたんですけど。そうなんですね。レジェンドがチャット1枚。おお。すいません、なんか。いやー。さすがはるかさんですが。アジアはまだ開けてないんでね。そうです。アジアはまだ。そうなんです。やっぱりですね、前回提唱したんですけども、カードの引きのいい人はハーストン強い人って感じを持ってますね。その通りですね。なんでゆっこさん言われなくちゃいけないの？なんでゆっこさんに煽られるんだ。ガンガンいきますね。はい、というところでですね、それが3つ目のニュースになっております。では、4つ目のニュースをお願いいたします。これですね、はるかさんに多分ご紹介いただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。第3回ハースストーングランプリ開催。はい。1年に一度、ハースストーンユーザー全員で投票して、人気選手を決めますと。で、さらに人気の実況解説者も決めますと。で、この決まった人たち全部呼んで大会開催しちゃいますっていう、すごいイベントなんですよ。大会ですね。もう日本で一番なんか、そうですね。大会じゃないですか。公式っていうものよりも、多分みんなが見たい大会ですよね。になるかなと僕は思っています。ニューヒーローが出てくるのも非常に楽しみではあるんですけども、やっぱりそのみんなの知るスタープレイヤー同士のせめぎ合いっていうのも、しかも投票制ですから、みんなが見たい人同士にしかならないわけですよね。これが非常に面白いなっていう。楽しみですよね。これこれ見たんですよ、ハースゲームズさんのサイト。そしたら、中間発表で、実況解説者のところに生徒さんちょっと名前が載ってたんですよ。載ってたね。そうなんですか。ランクインはしてました。あ、本当ランクインしてた？はい。ゆうこさんは？あ、まだ出場、はい、出場はどうかわかんない。わかんないですよね。はい。はい、名前載ってたんで。まあ、その際は。はい。はい、よろしくお願いします。あ、いやいやいや。そんなことあるんですかね。どうなんでしょうね。全然。人気でもいやでもそのやっぱ実況解説長らくやってらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、まあその中で自分は割とちょっとこう浅めが売りなので浅めが売りって言っちゃうんですね。じゃあセントさんに投票したい方は浅めが売りのセントさん、まあそうですね、浅めがお好みな方はいいかもしれませんけども、はい、投票なんですけど、はい、ちょうどね明日が締め切りなんですよ。はい、あ、明日なんですね。明日です。はい、でまあ一応あさってとかには出場選手はこちらっていうふうに発表する予定なんですけど、はい、なので応援したい選手がいる方は、はい、今すぐ投票の方お願いします。はい、これは投票フォームはどこ行けばあるんでしょうか。ハウスゲーマーズのページにありますね。はい、もしくはハウスゲーマーズのそのツイッターからちょっと追ってもらうとかしてもらえれば、はい、投票所があるんで、はい、そちらからしていただければなと思います。いやただね、個人的にはやっぱり実況者ゆっこをね押したいなっていうふうに思ってるんですけどもね。解説じゃなくて実況ですね。放送事故になっちゃう。本当ですか。なるほど。今日とりあえず放送終わった後に投票しましょう。ああ、そうですね。確かにゆっこさんの名前もしか、あ、でも選手にはあったりするんですかね。どうなんでしょうね。選手ですか。ゆっこ選手の名前。そうです。ゆっこ選手です。はない。あ、そうですか。ちょっと残念ながら確実にあるとは思います。そうですね。すべて誰に何票入ったかまでは見てなくて、その上位の人しかまだ集計できてないんですけど、おそらくですけどゆっこさんほどになったら必ず。いいかなと思います。いやまあ来年はね出場を目指して頑張ろうかな。あそうなんですね。来年ですよこれ。再来年。再来年。なんだこの大会に向けて頑張ろうとしてるのかと思ったんですけどね。再来年に向けて。でもゆっこさんは結構本番に強い方なんですよ。なるほど。だからもしかしたらねこれまでだって日韓戦、日仏戦、それから日体戦全勝ですね。そうですね。一応全勝させていただいて向こうのプロプレイヤーとやって全勝なんですよ。そうですよね。だからちょっともしかしたら面白いかもしれませんけどね。はい。というところでですねニュースを4つご紹介させていただいたんですけども、さらにですねもう一つニュースがあります。はい。デッキクリスマスというですね、以前もやったんですけれども、デッキコンテストをですね、この度ですね、デッキ .com のサイトでまた行わせていただこうというものになっております。これ画面動くのかな？ちょっと待ってね。あ、動きますね。はい。で、今までの、ルールと変わらないんですけども、はい、まあ改めてですね、過去のルール知らない方もいらっしゃると思うんで、解説をさせていただきたいんですけども、はい、今回ですね、このコボルトと秘宝の迷宮リリース記念という意味合いで、デッキクリスマスを開催いたします。で、デッキの投稿テーマ。これはですね、まずはスタンダードではあるんですけども、その中で、コボルトと秘宝の迷宮のカードを7枚以上入れたデッキという縛りがクリアできていれば、それでもう OK と。はい。はい。まあ一応クリスマスとはあるんですけども、クリスマステーマではないんですけども、まあでもなんか、例えばクリスマス、こういう意味合いを込めましたとか書いてもらった方が、もしかしたら当選しやすい可能性は。はい。わかりやすいですもんね。コボルトとかろうそく見に。あ、そうなんですよ。そう。ともしますみたいな。だからこう、盤面をろうそくで埋め尽くすようなデッキ。それ面白そうですね。はい、面白いと思います。で、その過去の投稿ですと、この、解説が非常によくできている方が、非常に多くてですね、そういった方が採用される結構可能性が。はい。特にそうですね。デッキが面白い内容でもちょっと解説がなかったら、ちょっと私たちもちょっとよくわからないデッキかなって思っちゃうんで。だからちょっとこう、ま、すごくいっぱい書く必要ないと思うんですが、はい、こういうふうに使って、こういう意図がありますっていう一言を加えていただくと、はい、みんなに伝わりやすいかなというふうに思っております。はい、で、応募方法なんですが、シャープ、デッキクリスマスというですね、このカッコで区切ってある中だけじゃなく、カッコも含めて、これをですね、投稿タイトルにつけて投稿お願いします。じゃないと、ただのデッキの投稿になってしまいますので、そうですね。はい、はい、忘れずにお願いします。はい。ぜひぜひお願いいたします。はい、で、サンプルなんかもありますから、ぜひデッキ .com をですね、見ていただいて、ここから、ご投票をお願いしたいなというふうに思っております。はい、で、スタンダードのみで、タイトルにないとダメです。で、投稿期間なんですが、はい、もうあんまり期間がなくてですね、はい、12月の20日、しかもこれ午前中の11時までですから、はい、20日までって思い込んじゃうと、はい、20日に投稿しようとしたら時間が過ぎちゃう可能性もありますから、そうですね、ぜひ19日まで。時間に余裕を持ってね。そうですね。はい。お願いします。まあできればですね、もう今週末ぐらいにですね、もう組んでいただいた方が、安定かなというふうに思いますね。はい。で、多分ですね、当選者はですね、この放送の中で紹介もさせていただくと思いますので、はい、ぜひですね、どしどしご応募のほどお願いいたします。お願いします。はい。で、ハーストーンワールド賞、デッキ賞、プレイヤー賞とありまして、はい、おそらくですね、過去と一緒ですと、このハーストーンワールド賞は、自分とゆっこさんで選出するっていう形になると思います。はい。はい。で、そうですね。で、商品なんですけども、はい、今回ですね、この受賞した方にですね、このハーストーンクリスマスオーナメントを差し上げます。こちら実物のものなんですけど、可愛いですよね。クリスマスツリーにつけるってことですよね。あ、そうですね。オーナメントですので、クリスマスツリーや、まあ、キーホルダーなんかにもできるかなと思うんですけど。これキーホルダーすごいですね。そうですね。でも、カバンについてるの可愛くないですか？確かに。カバンにいいですね。かなり。まあ、女の子なんかつけたら非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。すごい結構大きめなんで、こう私の手、比べてもよくわかんないかもしれないですけど、私の手と比べてこんな感じですね。ああ、でもそうですね。標準的な手と比べて、比較的大きめ。多分野球ボールより大きいぐらいじゃないですか。同じぐらいですかね。同じぐらいですかね。はい。ちょっと表現がよくわからないかもしれないんですけど、このくらいです。あ、このくらい。このくらいっていう言い方もやばいですね。はい。あ、もうでもですね、投稿したって方もコメントでいらっしゃるので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではですね、以上、デッキのニュースでございました。ありがとうございます。はい。では、この後はですね、視聴者バトルのお時間でございますんで、はるかさん、いろんなデッキを紹介していただきましたけども、これ以外にも使うデッキはあるってことでしょうか？そうですね。あんま用意してなかったので、今作っていいんだ。あ、いいですよ。じゃあ、募集してる間にちょっと、作っていただいても大丈夫です。レシピももしかしたら、スマートフォンとか見ていただいても大丈夫ですから。わかりました。ちょっと、ちゃちゃっと。わかりました。できればというふうに思っております。ではですね、そんなはるかさんと対戦したいよという方がいらっしゃいましたらば、コメント欄にバトルタグのご記入をお願いいたします。その中からスタッフが選出させていただきます。まだ時間が20分ほどありますので、おそらく2000ぐらいできるんじゃないかなというふうに思いますんでね。ぜひ皆様お願いいたします。まあ、我々もね、ちょっと新しいデッキいろいろ見たいですからね。見たいです。そのはるかさんデッキも楽しみだし、対戦相手の方のデッキも非常に楽しみなんですよね。まあ今いろんなデッキが強いと言われてるんですけども、ただその環境が変わっていくとティアが入れ替わるってことは十分にありますから、まあ今はティア2、ティア3と言われてるような、まあちょっとこう、一番強いデッキから一歩を取ると思われているデッキの中から最強デッキが生まれることも十分にありますからね。お、来ましたね。はい。ではこの方、お名前はですね、みりんさんですかね。じゃあちょっとですね、今デッキを組んでいただいてるので、もう少々お待ちいただいて。1個組んで。あ、良いですね。ハースゲーマーズから持ってきて。ああ、そうか。確かにね。デッキコード。デッキコードのこのシステムが非常に便利。これはこちらから申請を。そうですね。申請をお願いいたします。じゃあみりんさんはですね、英語を消したらですね。シャープ。はい。日本語科の人ですかね。そうですね。日本語科ぐらいから始まった始めた方も。あ、そういう違いあるんですか。知らなかったです。日本は1スタートなんで1番からスタートしていて。そういう人は、11からスタートするんですよ、今度。あ、そうなんですね。なんで、バトルタグライトの国がわかります。なるほどね。そういうふうになってるんです。そう、初めて知った。あ、知らなかったです。いや、それははるかさん、ちょっとね、こういう古着はね、ガンガン放り込んでいただけると、はい、助かりますね。いや、すごい助かりますね。じゃあ、私はどこの国かわからない人間。そうなんですか？バトルタグを見たらわかりますけど。1がないです。4桁。あ、いや、1からスタートしてるはず。そうですよ。自分も1からですね。4桁でも1だった。あ、そうですね。1っていう方は、はい。そういうことなんですね。要は4桁1999以降はどうなるのって話なんですけど、2000にならずに11でまたスタートするんですよ。で、5桁になるってやつですね。そういうことなんだ。あ、いいですね。はは。さあではどうでしょうか。フレンド増えてますか？は、いやまだ来てない。あ、いらっしゃいますね。はい。じゃあ対戦申し込みしましょう。はい。はい。スタンダード戦であったんですよね。はい。はい。はい、じゃあみりんさんどんなデッキでお願いいたします。楽しみですね。楽しみですね。はい、新環境なんで本当に新しいデッキいっぱいあるじゃないですか。ありますね。だから楽しみ。もうなんかどのデッキもやってて分かんないっていうのもありますけども、すごい強く感じるんですよね。だからなんかどのデッキもティア2以上みたいな。そんな気はしますね。全部戦えるイメージが今あります。で、なんならシャーマンも進化シャーマンが弱いわけじゃないので。はい。全然今の環境でもやっていく。なかなか。今プレイスとなんか3デッキぐらいなんかありますよね。あ、そうですね。そうですね。ウエストコボルトさんもおっしゃってましたよね。そうですね。難しい。から。マリガンも難しそうですね。ミラーマッチだと。今プリーストで言いますと、ドラゴンプリーストとハイランダープリーストとおそらくビッグプリーストの3つで、しかもその中でもさらに細かくタイプがあったりもすると思うんですよね。あ、よろしく。お、よろしく。はい。ああ、よろしく。これまた迷いますね。そうですね。一旦目から迷うという。からどう選択していくのか。そうですね。まずはここですね。まあおそらくなんですけども、はるかさんがノースシャイの聖職者を出すか出さないか悩んだのは、まあでもね、多分こういうのもありますよね。できるとは思うんですよね。そうですよね。ミニオンが例えば 3-2 とかのミニオンが来てしまうと、一方的にトレードされて終わっちゃうってこともあるので、進言盾がない場合はなかなか1ターン目にこれ1点ずつ殴っても対局にあんまり影響がないんですよね。なんかこれ面白そうですね。このでもこれまた面白いカード。いいですね。さあとはいえですよね。はるかさんのこのデッキは、なるほど、堅実にカード引いていきますね。まずはドロー。これ相手の方でもまだはるかさんはどんなデッキタイプか分かってない。分かってないですね。まあ断末魔のカードが多いんだろうなと思うんですが、はい、ここまで入れるとなると相当寄せてきてますよね。卵型にしていくっていう感じなんでしょうか。もしかしたら呪文石とかを使うのかもしれませんね。まあ呪文石もそうですし、あともう一つ未鑑定アイテムですね。はい、さあここでドラゴンプリストだと分かりましたね。これはね、当たりのように見えて結構難しいですよ。難しいですね。これちょっと難しいですね。ただそうですね、まあ真ん中以外の左右は選択肢として十分にあると思います。ここら辺から最近のデッキを分かってる人だったらデッキが分かってきます。その僕のデッキがどんなデッキか。そうなんですね。そう、だいたいこの3枚が並んでると、もうデッキがほぼほぼ確定するんで。ブルゴムゾーラが出てきましたね。すごいぞ、これは。面白そうですね。厄介と思っちゃいますね、正直。怖さがありますよね。なるほど。なるほど。こういう感じ。決定してますね。これなるほどですね。これはまあもうこっちは見えちゃってますけど、卵型の断末魔プリーストっていう感じなんでしょうか。断末魔をとりあえずひたすら入れてますね。もしかしたらミニオンで攻撃力、体力を入れ替えるカードで一気に付加させたりとかっていうことも考えてらっしゃるかもしれませんね。いや、ちょっとどうプレイしていいかが難しいですね。そうですね。正解が分かりませんよね。はるかさんは今流行っているドラゴンプリースト、しかも OTK タイプですよね。実は違うんです。違うんです。そうなんです。違うんです。そうなんですね。これを出せば分かるんで。あんま出したくない状況ですけど、出しちゃいましょう。こういう出来です。なるほど。これによって8コストのミニオンを召喚すると。そうです。なんで、ミッドレンジですね。ミッドレンジなんですね。ミッドレンジで、相手の盤面を取っていく。なんか結構カード、どのデッキも入れて、ちょっと別の勝ち筋を作ってるような方もいらっしゃいますよね。なんで OTK だと、真珠の霊力とかを入れて、一旦で決着つけますみたいなデッキなんですけど、これは OTK には頼らずに、あくまでもこういうふうに盤面を取っていくんですよ。そうなんですね。なんで、これですね。このカード、影の超越とかが入っていて、で、呪文はもうほぼ入ってないんですよね。おそらく8コストのみ、もしくは10コスト入ってますか？入ってます。なるほど。精神支配ですね。精神支配。面白いな。これは。相手の方ですね。こっそりとハイランダーですよね、これ。そうですね。ダメでしたか。なるほどね。まあでもこうなっちゃうと苦しいかもしれませんね。いやでも面白いデッキでしたね。ハイランダーのエッグプリスト的な感じなんでしょうか。ちょっとだいぶ重い球が。そうですね。まあなので、こういうふうにガツガツ自分から攻めていって、かつ返せないような盤面を取るみたいなデッキに対しては、ちょっと厳しかったかもしれないですね。でも今、はるかさんの使ってたデッキ非常に面白いんですけど、ただそのプリーストは呪文も非常に強力じゃないですか。そういったものがあまり採用できないので、そこのマイナスもあるんですが、それを差し引いてもあまりある盤面が作れるってことですね。少なくとも OTK 型のドラゴンプリーストよりは絶対にこっちも強いです。なるほどね。いや、ありだと思いますよ。しかもね、プレイングは比較的シンプルですよね。多分呪文が少ないので、もうミニを並べるだけですから。なので、はい、まあかなり、なのにかなり強いです。これもハースゲーマーズに乗ってるということですよね。そうですね。はい。じゃあもう帰宅したらすぐに作ってみます。はい。じゃあもう一戦いきますかね。はい。ではもう一戦いかせていただきましょう。はい。再びですね。これデッキ選んだ方がいいですか？そうですね。もし可能であればお願いしたいですね。そうですね。ではコメント欄にバトルタグのご記入をお願いいたします。難しいな。なるほどね。今、ドラゴンプリストはその OTK タイプといって、その体力を増やして、はい、で体力を攻撃力にして、一気に勝負を決めるっていうタイプがですね、はい、比較的流行ってるかなという印象なんですが、確かにですね、このタイプもですね、当たることは多いので。お、また新しいヒーローですね。そうですね。もう本当に今どのヒーローも強いですし、ハンターがですね、とにかくなんか戦ってて面白いんですよね。ハンター面白いですよね。なんだこれと思って。使いました自分。いやまだ使ってはいないですね。はい。もうあれ本当に秘策チェックも大変だし。大変ですね。はい。その今攻撃に行くと3コストのミニオンがガードするっていうのがあって、あれがすごくそうだ、これあったわ、みたいなことには結構なるんですよ。明治はすごくイメージあるんですけど、はい、なんかね、ハンターはあれをチェックして、あれをチェックして、よし、OK! バーンっていくと、防がれてみたいな、ね、感じになったりします。はい。では次の方はですね、これはレメントさん。あ、ラメントさん。アイアムじゃないですか、これもしかして。え？アイアムじゃないですよね。全部小文字ですよね。あ、よかった。ああ、エルか、アイかをちょっと一瞬分かんない。あ、そうなんですね。OK です。はい。ラメントさん。おそらく。そうです。今つながったんで大丈夫だと思います。じゃあラメントさんよろしくお願いいたします。楽しみですね。そうですね。どんな敵が出てくるのかな。今回のハンターが例えば10問とか使った時のアニメーションがすごいかっこいいんですよね。あ、そうですね。落ちつぶす壁とかはめちゃくちゃかっこいいですね。確かに。まあ横から来る感じの。なるほど。お、シャーマン珍しいですね。シャーマン珍しいですね。さあこれはどうなんでしょうか。わ、また面白い手札ですね。シャーマンもあまり見ないので、見ないですね。楽しみですね。楽しみです。まあでもエレメンタルタイプでちょっとこうコントロール寄りなシャーマンなんかも組めるんじゃないかなというふうに思いますが、はるかさんが使っている明治はこれは何でしょうね。これはね、面白いデッキです。面白いデッキです。面白くないです。面白くないんだ。まあ、言いますけど、コントロール型の明治。コントロール明治ですね。はい。真ん中のカードはね、非常に強いですよね。そうです。これまあ、マリガンでカード見たと思うんですけど、変なカード入ってるじゃないですか。ああ、そうですね。採用率ナンバーワン。ナンバーワン。なのかなとか思ったんですけど。まあ、要はコントロールで全体除去をしながら、ああいうカードも出していくみたいな。ちょっと変わったデッキですね。なんか、今環境進化してますね。そうですね。だから今日コボルト開始1週間です。1週間です。なんですけど今日はるかさん4ヒーロー目なんですよ。ああそうですね。使うの。いつ練習してるんですか？確かに。まあ練習自体はそんなにはしてないんですけど、その結局どのカードでどのカードをプレイした時にどう勝率が高いかみたいなのって結構統計とかで調べればわかるんですね。なんで結構そういうのはこまめに調べてますね。へえ。プレイングも本当に。ちゃんと素晴らしいので、これすごいなっていうふうに思いますね。ただ相手の方はおそらく相当回ってはいると思うので、そうですね、順調そうではあります、ね。はい。いくら明治でもあんまりしっかりと展開した後に進化してしまうと返せないのかなとは思いますね。これは普通の進化シャーマンには見えますね。そうですよね。そうですね。今のところ進化シャーマンみたいな。はい、今の環境もしかしたら火山ポーションとかが入んないかもしれないので。ドラゴンの憤怒とかがもし入っていてうまく刺さればっていうところなんですけども、まあ今もちょっと苦しい状態ではありますよね。手札が非常に強いんですけども、はい、でこのデッキは大型の呪文を多く入れて、はい、そのドラゴンの憤怒っていう先ほどゆっこさんがその採用してたみたいなカードを、結構キーカードなんですよ、はい、カードが。でそれを発動するともう大体大型のその呪文、高コストの呪文が出るんで、5マナなのに全体7点ダメージとか、6点ダメージとか出るんですよ。っていうデッキで相手の盤面を返してくみたいなところなんですよね。あのカードは一見ランダム要素が強い風に見られちゃいますけども。攻めてきますね。おー。うわー。これは間違いなく血の渇きありますね。血の渇きある動きですよね。そういう感じですね。次のターンリーサルがありえます。なるとここはドラゴンの憤怒そうですよね。もうしのぐしかないですね。これでお祈りですか？あったら防げますか？これ防げませんよね。あ、一応防げますね。大丈夫ですか？はい、防げます。一旦はこれで。防げます？防げない。防げないですよ。あれ、オール3点ですよね。そう。あ、そっか。はい。そうかそうか。防げない。ちょうどですね。ぴったり差ですね。相手の方が悩んでるってことは。おお、ちょっと今ほっとしましたね。中盤に悪いですね。まだ終わりたくないですね。まあそうですね。まだ何も見せてないですからね。この良さ何も見せてないですね。そうですね、そうですね。なんだったらトレードしないでほしいですね。いや、トレードしたらミニオン減るから良くないよっていう深層心理が働いてくれればいいんですけど。相手の方、今まで周りが良かったんですが。ただこれ嫌な予感するのは、カイロハサリムシがこのまま出てくるなみたいな。確かに。あくまでミニオンは展開してっていうところですね。はい、当然ですよね。できれば血の乾きか進化か早めにどっちかで勝負つけないと厳しいかもしれませんね。ただこうなると強いですね。まだちょっとわかんないですけど、とりあえずはって感じですね。そうですね。まだ12点なんでライフがこっから例えばもう一回進化とか入るとちょっと厳しいんで。回復はなんか入ってるんですか？回復は、まあ、いろいろっていうのがあるんですけど、その1マナ1輪の、例えば、相当回復するやつとか、あとは、この回復決めればいいんですけど、そこまでは多分ゲームが遅くはならないはずなんで。やられるか、そこまでいったら勝ちっていう感じでしょうね。だと思いますね。デスナイトジェイナは出れば、まあ、ほぼ、OTK タイプじゃなければ、そうですね。いけますよね。かなり有利になりますからね。さあ、だんだんと余裕も出てきましたが、ここはもうノールックで。これはでもね、最弱ではないんですけど、トップ5に入るはずだと思いますね。爆弾部隊が多分最弱ですね。この多分爆弾部隊がもう大強ですね。あれより弱いカードはないんですよ。しかもマイナステキストもあるっていう。お、強い。結構顔やばいですね。これ辛いですね。これもう一旦しのげますかね。いや、しのがないとダメです。ダメです。意外なのその返しのカードが来てくれませんね。お、攻めてきましたねここで。今ね、2マナだったんで終末予言者は来てくれないかなってちょっと思って。確かに。来てくれなかったですね。でも終末予言者が出る可能性さらにまた新しいエキスパンション出て減ったんじゃないですか。確かにそう言えますね。パーセンテージで言ったら本当100分の1ぐらいになってるんじゃないですかね。いや、なんか今見えましたね。よくないよくないよく見えました今。あ、打ってくる。打ってきますね。打ってくるフェイス詰める。この44を無視はできないが、ここはジェイナで、いや、なんとかこれでそうですね。このターンでリーサルがなければ、これで血の乾きでどうですか？7、8、9、11、12、13点なんで、一応血の乾きだと負けて。いや、いい勝負でしたね。いい勝負でしたね。接戦でしたね。ここでもしかしたら、44を処理してたら、もしかしたらって感じでしたね。だから、これは血の換気、今まで打たれなかったから大丈夫だろうで、もうこれを出して、このターンを耐えれば勝ちなので、っていう選択肢のプレーだったというふうに思います。はい。一戦先は光にも闇にもなった、いい一戦でしたね。はい。非常に面白い対戦。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。シャーマンはですね、今の環境で、ちょっとこう、目立った強さが、今のところまだなくて、全環境の通りのデッキを使えば、まあでもまだ強いんですけども、まあちょっとまだ要研究という形なんじゃないかなっていうふうに思いますね。でもシャーマンも強いデッキ見つかったら、ギュンギュンと上がってくると思いますので、すごい楽しみですね。はい。ではお時間大丈夫ですね。はい。というところでですね、本日の放送は、以上で終了とさせていただきたいなというふうに思うんですけども、原田さん、また感想をね。いただきたいなというふうにいろんな対戦していただきましたけどね。今日はちょっとデッキすごいいっぱい使ったなみたいな。あ、そうですね。すごい楽しかったです。4デッキプラス構築2分間でしていただいたので、6デッキ使っていただきました。特に最後のデッキはあんまりこう勉強できてなかったところだったので、多分それこそ今みたいなその選択肢が出た時にまあきちっとできなかったな。あ、そうなんですね。いやでも素晴らしかったですね。相手の方も本当に紙一重だったっていうところありましたからね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。で、ここでね、番組の最後なんですけど、告知の方させていただきたくて。何ですか？なんかテレビでゲストに来る人みたいになってますね。告知のために来たのかよみたいな。そうですよ。はい。明日ですね、ちょうど明日に、まさに明日、今、東京で開かれている C4 ランっていうイベントがあるんですね。で、これ何かっていうと、3日間、今日からですよね。72時間ぶっ続けでやり続けるゲームイベントなんですよ。みんなで PC とか、まあそれこそ向こうで PC を借りてとかしてゲームを3日間するっていうだけのイベントなんですよ。で、そのゲーマーの祭典に対して、ハウスゲーマーズ主催でそのステージイベントの方を明日の18時から21時まで3時間させていただくので、そちらの方ぜひ来ていただければ。これは誰でも参加できるんですか？一応、内容を言うと、ガンダムフレーム選手がゲストなんですよ。で、実況ゲストは青汁選手。で、100人組手というのをやろうとしていて、会場に来てる人をガンダム選手がひたすら BO1 でボコボコにし続けるっていうものを考えてます。で、逆に言うと、挑戦来るんで、その挑戦に対して、ガンダム選手が負けるかもしれないんですよね。負けるかもしれないんですけど、それが時間の限りちょっと戦ってみようかな。で、後半はちょっとトーナメントとかもやって、それこそ、その商品が、今回のこのオーナメントなんですけど、これ明日のイベントにも商品として持ってきていただきます。あ、そうなんですね。はい。オーナメントですね。これです。はい。で、さらに、ツイッチさんの方から、ツイッチパーカーの方とか、ツイッチクッションの方っていうのを、商品に使っていいですよっていうことだったので、そのトーナメントの時に、その商品にしようかなと。なるほど。思っています。これでも100人組手といっても3時間じゃ100人を掘るなら戦えないから、まあ一応、とりあえず、ぐる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 やりますよってことですね。ガンダムさんが、もしかしたらその1ターン目で全部勝つかもしれないので。ああ、そっか。一応そういう天文学計画にとって考えると、確かに確かにいけるかもしれませんね。なんでちょっと、ガンダム無双にちょっと期待ですね。はい。それは配信とかあるんですか？もちろんです。C4 ランの公式配信があるんで、そちらの方で配信されますので、視聴者の方も、見てくださいっていうのと、一応100人組手は、会場の方がそんなに多くないんだったら、そのオンラインの方でも募集する予定なんで、そのオンラインから挑戦して、今みたいにですね、バトルタグでやっていただくっていうのもいいので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごい楽しみですね。前回C4 ランイベントに行かせていただいたんですけども、本当になんか行くだけですごく楽しくて、なんかその有名な配信者の方とか、それからこれから頑張ろうって配信者の方とか、もうごちゃ混ぜでみんなで、それぞれのPC のところでゲームやりながらワーワー言ってるんで、ぜひね、感覚は楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい。ではですね、次回のハースストーンワールドは来週でいいんでしょうか？あ、次回は、もう、あ、来週はあります。そうです。そうですよね。はい。もうそろそろですね、その、今年も終わりになってきてますから、はい。あれなんですけども、次回は通常通りまだ、金曜日にありますので、来週の金曜日20時から22時まで、また、ハースストーンワールドもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、あともゲストの方来てくれると思います。はい。では、バイバイ。バイバイ。バイバイ。